元ですね。あ、そうですか。そうか。で、横浜にいた時に、私が中学2年生の時に馬の博物館というところにポニーセンターというポニーを置く馬小屋があって、馬ができて、そこができた時以来、私ずっとそこに通い詰めて馬の取り扱いを勉強して、それは横浜で、はい、そうです。そうなんだ。そういう経緯があって馬が大好きになって、でこういう本に出会ってもうやめられないって感じです。そうなんだ、はい、この人まだ生きてるんですか。生きてたらいいんですよ。ヘンリー・ブレイク、and she loves this book so much, influenced by this book, and decided her course, life course.So now live in the remote place, Iwate Prefecture, under the foot of the Mount Oiwaki, very famous. I can sing this song. 帰ってこいよ、Oiwaki ですよね。帰ってこいよ。あ、岩手山と岩木山。あ、いや、それ岩手山の。岩手山の。一度行ってみたい。どうやって行くんですか、ここからは。新幹線で盛岡まで。盛岡行って。はい、そしたらもうすぐですから。今日わざわざ、ありがとうございます。いえいえ、すぐですから大丈夫です。わお。何時間ぐらい？何時間ぐらい？今日だって3時間半ぐらい、4時間。私の友達でケニアにも獣医さんの方いらっしゃるし、あちこちの獣医さんに知ってるんですけど、馬の人は初めてですね。馬のドクターって初めてですね。野生動物の方が難しいと思います、ね。あ、そうですか。ね、でしょうね。そうか。何か他に質問なければ、あ、もう一つどうぞ。馬と下話せるんですか。話すと言っても、まあ、コミュニケーションを取って信頼を、まあ、分かち合う、信頼関係で結ばれるっていうことになりますけど、まあ、馬と仲間になることで、馬は私のことを仲間と思ってくれるので。そうなんですか、うん、寄ってきますか。そうですね、触った時に身を固くしてる馬は、はい、ま、構えてますよね。怖いなとかね、はいはい、知らない人に急に触られたらびっくりするのと同じですから、そうじゃなくて仲良しだからちょっと言うこと聞いてねって、治療をちょっと協力してねっていう、そういう流れになっていくわけなんですね。いやー、もうちょっとお話聞きたいですね。あ、どうぞ。ここはお坊さんで、なぜだか不思議な人たちと自動的に、それでそういう中で東京では、全ての動物たちとちゃんとお話ができる、コミュニケーションができる鳥だとか、そういうグループがあって、そのグループの代表ととても親しいので、また機会があればご紹介します。さらにサイババのところで新玉さん、聖子さんと出会ったんですけど、その聖子さんは時空を超えて、例えば石ころとも話すことができるし、そういうことが可能なんで、そういうまたテクニックを学べば、さらにいい診療もできるかと思います。ぜひね、ありがとうございます。僕も行ってきた時に、肉体から魂が出た、その時に、もうすべてのものとつながって、本当に遺伝子一個とも会話ができるんですね。その自分のあれが完全につながっていく。だから、そういうのも方法論があるので、またお互いに聞きたいと思います。尾崎栄さんですね。これでいいの。はい、そうです。サイババから尾崎栄さんというのは、あなたはシータダーマヤーナでシータ姫の魂を持った人って言って、素晴らしい力を持っています。ぜひ。She has got, Sita Mata is a Japanese lady who stayed in India and get the name of the Sai Baba, Sita Mata. Sita is a Ramayana Sita. And Mata is a mother. Yeah. And a sort of the also very a saint. Yeah. And she's very close to me. And we are meeting. Oh, Sita. Oh, konnichiwa.he is Mr. Mori Kenichi. He is a desk of the NHK broadcast, international division. So I'd like to introduce you. あ、こんにちは。嬉しいな、二人に来てくれてね。では、他になければ拍手お願いします。ありがとうございました。じゃあさ、NHK の二人ちょっと前に出てきて、これからいろんなことを頼むから前に。
お二人とも。あのね、あの今、今日アートリビングの須波さんとね、あのそこにいらっしゃるんだけど、それからあとシリアの会社、シーン行きます。で、ちょっと前に出てきてね、紹介するんで。はい。最初のハンソンかな？ NHK とハンソンだったかな？どうぞ。もう長年ね、あの私 の, あの友人なんだけども、あの森健一さん、皆さん拍手お願いします。森健一さんはワシントンに行ったりですね、あちこちの国を転々としてるんですけども、まあ、あの本当に今あの国際部の NHK の国際部のデスクになってるんだけど、ちょっと自己紹介、まあ、前は終わってきてる。 NHK の森と申します。まさかこういうことになるとは思ってなかったので非常に緊張してます。今あの中東を中心にあのニュースを担当しておりまして、ね、はい、あの今日まさにシリアのから仙台市に来られるということで、あのお誘いを受けて伺いました。しばらく 1、2年ほど前にはあの何度かあのお邪魔していたんですけども、ね、この会場が変わってからあのお邪魔するのが初めてなので、またあの、たびたびお邪魔することもあると思います。あの僕帰りに止めてもらったことがあってね、解散したあの時はすみません、突然止まって。どうぞ、あ名前書いてあそこに、ねえねえ、あの NHK あの森の後輩だと菅谷と申します。あのインドに4年ほど駐在してました。どこ行ったの？インドに？あニューデリビューロです、ね、で戻ってきました。中東で4年ほどおりますので、コーヒーやし中東とかアジアの方します。よろしくお願いします。それで、今日ね、後で話をしてもらうんだけど、この須波さんの方ね、アートビビングの方は、あの本当に大きな、インドで一番大きな団体ね、インドで一番大きな、あのほら、あの裁判をされたでしょ。あの人亡くなった後、まあ、この方があの今、一番大きくてね、400万人。おー、珍しい人来たな、こんにちは。それではですね、ああ、珍しい人、ちょっと私の友達が来てるから、ちょっと来て、お名前書いてさ、そう、あこれね、今度僕、いろんなことやるから、一緒にやってほしいんだ。ここに書いて、日本のね、あの学者さんをみんなお二人に。He is very famous professor. He is organizing a professor people at Tsukuba University. And he is really.From time to time, he's having a special symposium in Tsukuba. So he has been to the Myanmar, Vietnam, other countries. He's the same age with me. So really appreciate that. 今日はあの後でですね、名刺交換してみなさしてほしいと思うんだけど、結構あのパワフルな人がみんな来てるんでね、ぜひ仲良くなってほしいと思います。待ってよ。よし。じゃあ、そろそろなんだっけ。あれ行きましょうか。あのステップアップ塾。名前書いた？あ、書いたね。じゃあ吉田君、あ、風太君？吉田君だね。はい、この間来たんだよな、君な。はい、じゃあちょっと前に出てきて。now the two persons are on the stage now. 若子星野。まだ星野の名前のままか。まだ星野の名前のままね。あ、仕事の時は。I'd like to introduce the same people, and this is very important, so they need your support. And also together, I'd like you to prepare your system in Japan. どうぞ。はい、どうぞ。皆様、はじめまして。環境維新隊東京ユネスコクラブという団体で、一人親家庭の子どもたちのための無料塾をしております、ステップアップ塾を運営しております、星野と申します、一緒に壇上におりますのは講師の代表の吉田博樹と申します。よろしくお願いいたします。皆様、ユネスコは例えば世界遺産などで非常に有名な団体かと思うんですけれども、第二次大戦の反省をもとにですね、教育を通じて世界平和というものを広げていくことを活動の指針としている団体でございます。日本ユネスコの取り組みといたしましては、そうですね、ここ20年ほど教育という分野においては発展途上国、例えばカンボジアなどで世界寺子屋運動というものを展開しておりまして、そういった形で教育支援ということをやっているんですが、ユネスコ
はい、日本ユネスコの活動としてですね、やってきているんですけれども、昨今の日本の状況というものを振り返ったときに、果たして海外の教育支援だけでいいものだろうかというような考えに至りまして、2014年の4月から、このステップアップ塾というものを始めました。去年の4月だね。はい、そうです。はい、皆様ニュース番組などでも、ご存知の方も多いかと思いますが、日本では非常にその貧困であるということが見えにくい状態にあります。数字としては例えば子どもたちでは6人に1人が貧困状態にあるというふうに言われておりますし、一人親家庭では2人に1人の子どもが、貧困状態にあるというふうに言われておりまして、私たちですね、はい、そうです。はい、そうですね。まあ、一人親家庭につきましては特に言いますと、親が働いているかどうかに関係なく、2人に1人の子供が貧困状態にあるというふうに言われております。はい。で、ですね、まあ、こういったことを、私たちが見ないふりをしてしまうとですね、やはり貧困の連鎖というものが始まってしまい、ひいては格差の固定という形になってしまいます。で、私たちはこちらに50年後の日本のためにというふうに掲げたんですが、実は50年後の日本の人口予想というものが出ているんですけども、今1億、2000万人でしたっけ、それがですね、今8000万人ぐらいに、はい、減ってしまうというふうに言われているんですね。で、その中でも特に、少子高齢化というものが進んでおりまして、その中で、子どもたちの絶対数というものがどんどん減っていく中で、その子どもたちが教育というものを、例えば学校以外の、教育というものが非常に今日本の子どもたちで大きなウェイトを占めているんですが、そういったことに対して、私たちが目を向けないということが50年後の日本に対して非常に危険な状態であるというふうに思って、この活動を始めた次第でございます。で、私たち、こういった形でですね、NPO 法人としてやっているんですけれども、共済がですね、一般社団法人であったりとかですね、日本ユネスコ協会連盟とか、まあ、そういった団体に支えられておりまして、新宿区ですとか東京都からの支援を受けておりません。と申しますのも、新宿区ですとか、東京都といったその、行政区分の支援を受けてしまいますと、その地域の外から来る子どもたちが塾に通えなくなってしまうからなんですね。で、通えなくなってしまうっていうことの、まあ、弊害というか、まあ、理由になってしまうんですけれども、お母さんたちの中でもやはりその、まあ、ステップアップ塾のようないわゆる支援をする塾、まあ、非常に平たい言い方をして恐縮なんですけれども、まあ、ちょっと貧しいお家の子が通う塾に自分の子供を通わせているということに対して非常に抵抗がある感じを持っているお母さんもいらっしゃいますので、なので、新宿区ですとか東京都とかそういった区分関係なく、この塾を開いておりまして、現在はですね、早稲田大学の大学生が中心に講師をしているんですけれども、新宿区だけではなくて、遠くは、日野市や、千葉の市川市の方から通ってきている子どももおります。はい、ちょっと待ってね、はい、今言ったのはシングルの、まあ、シングルマザーの家庭、シングルファーザーの家庭の、その人たち働いてる働いてないに関係なく、子どもの2人に1人は貧困家庭であるということになってまして、その人たちは学校行けないんですね。で、そこは変な話なんだけど、これが現実です。で、それをここでなんとかしようじゃないかということで、去年から始めて本当に素晴らしい活動をやってる、全部持ち出してスカイランドやってることは今はね。ありがとうございます。それでですね、まあ、私たちの取り組みとしまして、もちろん勉強を教えるのはもちろんなんですけども、勉強が終わったら給食を提供して、で、月に1回清掃活動を子どもたちと、一般参加者と一緒に行っております。勉強の方はもちろん学校の宿題を持ってきたりとか、わからないところを、先生たちに教えてもらうというような学習支援なんですけれども、それ以外にも給食を、みんなで一緒に食べるということで、はい、非常に大きな安心感を子どもたちに与えることができるということ、それからお母さんたちも週に1回は、もう心置きなく残業ができるとか、お母さんたちの支援にも非常に役立っているなという印象を持っております。それから清掃活動なんですけれども、まあ、皆さんよく見ると思うんですが、子どもたち今すっごくこう
ゲームとかね、そういったところで、こもりがちな子って非常に多いと思うんですけれども、この清掃活動の方は、手をつないで行うゴミ拾いなんですが、どうしてもですね、コミュニケーションが必要なゴミ拾いなんです。なので、子どもたちの、そのコミュニケーション力というものを高めるためにも非常に役立てております。具体的にどうやってるか喋って。いや、みんな手つないでやる。そうなんです。手をつないで、4人1組でゴミ拾いをするんですけど、ゴミを拾えるのは両端の2人だけで、間に挟まっている人はつないだ手でゴミ袋を持つんですね。で、チーム対抗で、ゴミの量ですとか、そういったものを競って、山手線を1駅ずつ進んでいるような、ゴミ拾い活動でございます。すごいね。それ聞いたくないか、そういうやつは。僕も随分参加したけど、はい、でもそういうのは初めてだね、手をつないでいくっていうのはね。はい、やっぱり、うん、日本人って真面目なので、ゴミ拾いをしようって言うと、皆さん一生懸命黙って黙々とゴミ拾いをしてしまうんですね。でそうなってしまって、やっぱり面白くないので、ゲーム性というものを高めたゴミ拾いっていうのを子どもたちと一緒にやっていこうという取り組みです。ちょっとね、補足説明します。実は日本で海外からの留学生が12万5000人います。8万5000人ぐらいが中国です。で1万2、3000人が韓国です。でこの人たちの、旅行費、日本に来る渡航費ね、それから準備金、それから生活費、学費、これは日本の政府が全部出しています。で、分不相応なことを日本がやっている事実があって、なんで僕たちは自分たちの子どもたち、日本人の子どもたちにそういう熱いね、ことをしないんだろうかなって言って、非常に憤り感じますけれども、歴史的にいろんな約束をしてしまったもんだから、それを踏襲しているってことがあります。で、僕たちは何もそれやってない、もうシングルマザー、シングルファーザーがいっぱい出てきてるんだけども、何にも手を差し伸べなかった。恥ずかしい。で、ようやくここに来て、彼らがそれ始めて、で今後のね、計画の話してほしいんです。はい。何を募集してるのか、僕ら何やればいいのか。はい。ですね、今後の展開としましては、まず全国にこの塾を作っていきたいなと。あ、今これはですね、ゴミ拾いの様子ですね。ゴミ拾いか。はい。まあ、こうやってですね、チームに。胸キュンゴミ拾いっていうゲーム、ゴミ拾いゲームなんですね。あ、手つないでるわ。そうなんです。おぉ。で、コスプレイヤーも参加したりとか、いろんな方が参加します。一番年齢差があったのはですね、80歳の方と6歳の女の子が同じチームだったっていうこともあります。おぉ、はい、そうか。いや、すごいな。で、1駅ずつ歩いてるの？はい、1駅ずつ進んでまして、新宿を、2013年の7月に出発して、今度、なんだっけ、日暮里ですね。日暮里から今度。はい。いつ？日曜日？土曜日です。第2土曜日に。毎月第2土曜日に。行っています。2月14日ですね。14日。はい。あ、いけるな。俺参加するわ。よろしくお願いいたします。一応僕のアドバイザーになったんで、ちょっと一緒にやります。はい。ありがとうございます。次のページ行っていただいてよろしいでしょうか。いや、こういうことやってくれていいんだから、すごいよね。それでですね、実際にその学習支援、学習会というものを開いている団体というのは、他にもございます。ですが、私たち その最大の特徴としまして、その給食を提供するというところで、子どもたちと先生の間に非常に深い絆が生まれて、安心感を、みんなで共有することができるということがありまして、平均出席率8割以上と書いてますが、本当にこれは嘘ではありません。途中で何かこう、ね、めんどくさくなっても塾行きたくないわとか、そういうふうにはならないで、子どもたちも先生に会いたいからとか、給食食べに行きたいからとか、そういうモチベーションでもって、勉強にするしに来る子どもたちもおります。それで、山本先生のご協力のおかげもありまして、こちらにあります通りに、来年度から、トレーニングペーパーという教材の提供をしていただくことができました。これまでは子どもたち自身が教科書や、また親御さんに買っていただいた参考書、それから、また近所の方からもらってきた参考書とか問題集なんかを使って、勉強していたんですけれども、2015年度からこのトレーニングペーパーというものを導入して、子どもたちの学力の向上に、もう少し貢献していきたいなというふうに。僕が出したら2000人分なんてね。そうなんです。ありがとうございます。いやいや、僕が出したわけじゃないから。次のページ行っていただいてよろしいでしょうか。はい。で、先ほどどういった形で協力できるのかというようなことがあったんですけれども、全国に今この塾を作っていこうというふうに考えておりまして、
もちろんご寄付、運営資金のご寄付ももちろんすごく必要なんですけれども、例えば、会場無料で提供してくださるところですとか、あ、そうだよね、はい、会場もあるんだよね、はい、でそれからあと給食、機器とした会場か、はい、そうですね、あと例えば給食を提供してくださる、していただいても非常にありがたいですし、それから講師は必ずもうボランティアスタッフは、大学生が行うというふうになっていますので、その大学との連携というのも私たちは非常に嬉しく思っております。またですね、47都道府県に広げていくときに、その地域のステップアップ塾はその地域の企業さんが支えるっていう形にしていくと、地域が子どもたちの育成を支えていくんだというような意識づけになるのかなというふうに思っておりまして、そういった形でですね、一つその地域の塾に対しての冠スポンサーになってくださるような企業さんを今募集しているところでございます。はい、あれさ、一つやるのに年間870万だっけ。はい、そうです、1年間運営していくのにですね。それ運営費だけで、会場とかそういうのまた別だよね。あ、そういうのも含めてですね、はい、もろもろ含めてそのくらいで、はい、870万ぐらいで、一つの教室を運営していくことができるというふうに、まあ、予算を組んでおります。はい、それからさ、今ね、なぜ子どもたちがその先生たちを慕うのかというところでもうちょっと詳しく話をして。はい、なぜ慕うのか、そうなんです、はい、講師代表の、吉田博樹の方から、はい、普段どんなふうに授業しているのかお話ししてもらおうと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。まあ、紹介あった通り、まあ、このステップアップ塾の講師の代表をやらせていただいてます、吉田博樹と申します。何年生今？大学2年生です。すごいな。はい、それで、まあ今、まあ、ステップアップ塾の説明してもらってるんですけど、まあ、具体的にその、まあ、実は昨日も、まあ、毎週木曜日やってて、昨日ちょうど、まあ、昨日じゃ一昨日か、一昨日間近かったんですけれども、まあ、様子、そうですね、まあ、僕もともと大学1年生2回繰り返しちゃったんですけど、芝原工大じゃなかったっけ。そうですね、僕芝原工業大学の2年生なんですけど、まあ、1年生2回繰り返して、まあ、2年生になって、まあ、次3年生になるっていう状況なんですけれども、まあ、最初の1年生の時に、まあ、東進ハイスクールで働いてまして、まあ、その時は高校生を教えてました。教えてたというか、まあ、指導してました。で、今は、まあ、小中学生やってるということで、まあ、結構、まあ、塾のことは結構いろいろ知ってると自分は思ってるんですけれども、まあ、そのああ、これね、セブンだ。まあ、これは僕がちょっと言ってますね、なんか。ああ、なるほどね。なるほどね。そっか。そうか、偉いな。ああ、そうなんだ。まあ、でも実際にそんなことは、まあ、親には言えないけど、少し大丈夫かなって思いで、塾に行ったり、学校に行ったりっていうのは、なるほどね。The teacher, they are so enthusiastic. The reason why I have to ask him. Just like younger, you know, brother and sisters, they are taking care of them.もう本当に親身になってね、自分の兄弟のように幼い子のように扱ってやるからみんな慕ってくれるわけね。もう本当に素晴らしい活動してくれてまして、もう本当に感動もんですね。もしかしてあ国内の 36% かわお。もう本当に親身になってね、自分の兄弟のように、それを非常に扱って、どっかで聞いたことあった、僕の声じゃないか。今、もちろん上がってきて、僕たちは今の日本で、この塾を発展して、ずっとこう拡大していかないと、子どもたちが面倒見していないのね。
政府は中国の留学生とかそっちのお金全部使っちゃってるから日本の子どもたちにあげるお金はないんですよ。だからまあ民間をベースにしてそのうちねあのこうそういうものも盛り込んでいかなきゃいけないんだけど、今はあの学生たちの善意だとかステップアップ塾 の, あの星野さんところの善意だとかそういうものに支えられてるんだけど、これはほっとけないんで、これから全国展開、今まだ一つなんですね、全国展開するのにぜひあのいろんな形で、まあ、キムでもいいし機器でもいいしパソコンも必要だし机も必要だしね、でこういう会場も必要だから何らかの形で手伝ってくれると嬉しいということで、これ NHK で取り上げてほしいなと思うよね。海外の本当に留学生はね、本当にあの全部お金日本の国が出してしてくれて、交通費から食費から全部出してくれてる。でも日本の子どもたちに行ってないんだよね。そこのところやらない限り日本がだん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 あの元気なくなってくる。それからあのこの学生さんたちがですね、やっぱり自分たちもその子どもの時に暴力振るわれただとか、それからあの片親だったとか、お父さんしかいなかった、お母さんしなかったという家庭の人も多くてですね、もう自分の息あのなんていうか兄弟みたいな本当に思ってやってくれているところがもうよくわかるんですね。そういう意味ではあのこういう人たちに日本は支えられているなって思います。拍手お願いします。なんか聞いたことあるか。はい、どうぞ。素晴らしい。あの私自身があの吉田松陰の文化生ということでずっとボランティアで人材育成というのをやっています。今筑波でもですね、筑波でやってますよね、古民家を借りて、まあ、小さい子から大人までをやって。ああ、そうなんだ。うん、古民家を全部借り切って、まず海外の方々が来たら、やっぱりあの何日かいたい、で海外の留学生も親を呼びたいけども、日本はホテル代が高いんですよね。ですから、私はその部分も借りて、その、コミュニティハウスみたいに、シェアハウスよりもまだ安く、ヨーロッパなんか行くと、あのコテージは鍵だけ貸してあげて、あと全部自炊しなさいというふうに今、計画をしております。あ、そうですか。その中で日本の方はですね、まさに今なんかあの松井さんは先生はさ、あのプロフェッサーなんだよね。松井さんその人は力あるから素晴らしいなと思うの。私もね、10年前ぐらいからやはり若い人が将来に不安を感じる。私なんかはお金がない中でも 90% は中流階級ということで、ほとんど不満とか不安はなかったんですね。私今少子高齢化社会のリスクマネジメント学長やった。今度論文も書きました。そういう意味からすると何が幸せかって、やはり1番に2番に教育だったんです。そうですよね。そういう意味で10年前からですね、無料で教育をしたい。人がいる、金がいるからどうしたかったら、東北大学の先生、カンプスでゲームを作りましたね。であの時はその前に私、シャープを使って、ダウスというのが一番今の端末機になっている。その中にですね、エクセルで問題を作って、そこに織り込んですね、すべて、まあ、その機器まで、あの300万円以下の所得の人には全部提供してやろうと思って、まずはシャープに200台提供してくれたら、もう一応ありました。で、その次に、任天堂とソニーの戦いで、任天堂がちょっとゲームが古くなったから、その古いやつもください、それもノートがあって、今、どうしようかっていうことの時に、今、iPad、iPhone が出てきたんで、それをうまく活用してやろう。私の考え方は、いじめっていうのは結構ゲームができない。そういうものも変えないっていう人がいるんです。だから私は分かった子供っていうのは私もそうだったんですけど、何か目的持ったら一生懸命集中する。だから100点を取ったらゲームをしてもいいですよと、ゲーム付きと勉強一緒にやろうというのを今筑波で考えてますので、ぜひ何か。あの筑波の松井先生はですね、あの教授たちみんな集めて、で一緒に勉強会やったりいろいろやってるんですよ、シンポジウムだとかね。そういう意味では、あの教授の方々をまとめてる方なんですよ。で、あの一緒にやろうって前から言ってなかなか いけないけど、ちょっとさ、呼んでさ、一緒に今度行きましょうとかね。で、やっぱり知恵出してもらったらいい。で、あの本当、妻のは古民家いっぱいあるし、場所いっぱいあるし、学生は草野でいるからね。ということで、皆さん、あ、どうぞ。私は教育っていうのがありますよね、あの天才塾でもすでに私は教育じゃなくても実際に本を触っただけで内容が分かってしまうとか、そういうのを3歳までに導入すると実際にそういうことができるということを学ぶんです。
岸田社長との仲がいい、そうですよね。ですので、まあ、とりあえずもうある程度のもう小学校、中学校に教えるのもいいんだけども、できたら、その高校化的って言えば、その子供たちが小さな子ですね、子供たちが小さい時に、2歳、3歳の時にお母さんたちを集めて、で、それをとにかくやり方っていうのをね、普及していくような形で、で、やっぱり岸田教育っていうのは、お金がかなりかかるんですよ。だからそれを企業のあれで出していただいて、岸田教育をまずやって、でその上で幼稚園生あるいは小学生の教育を、まあ、それを一つの土台にしながらやっていったら面白いんじゃないかなと思います。そうですね、はい、また一緒にやりましょう。で、いろいろね、応援しますから、僕がまあ、アドバイザーになりましたのでね、いろいろ、まあ、これからいろんな団体をくっつけたり、まあ、法人をくっつけたり、いろいろしますから、で、やっていきましょうね。だから、とりあえずは47箇所。はい、都内は6箇所。5、6箇所ね。はい、で、プラスあと46道府県に。あれさ、はい、だから大学アートなんか以上に筑波なんか行ったんだよ、そこ。はい。ああいうところにも一つさ、松井先生にお願いしてさ、もうちょっと具体的に突っ込んで。はい。ね、じゃあ、拍手お願いします。皆さん。Mm-hmm. And, do you have the paper? Ah, there. Yes, yes. はい、ね。で、ぜひね、皆さん応援してください。で、いい形で、本当に日本の子どもたちがね、非常に悲惨な状態になっているので、皆さん拍手お願いします。ここに例 の, アウトブリービング映し出して、アウトブリービング、あ、皆さん拍手お願いします。ちなみに神山さん、サムジャートさん、あ、こんにちは。 We have to explain first of all、self introduction I can maybe simple translate、 はい、これ、あ、大丈夫です。はい、これね、どうぞ。 Maybe a 30 minutes、サーティミンス、OK？ 今からサーティミンス、メッセージで。Good evening, all of you. 皆さん、こんばんは。My name is Swami Satyojata from the Art of Living Foundation. Art of Living の Swami Satyojata。What is happening in your mind now?今皆さんのマインドの中に何が起こっていますか？ You are waiting to listen something, right? 何かを聞きたいと思って待ってますよね。What is he going to talk? この人は何を話してくれるんでしょう？ Even before I started talking, the conversation has started in your mind. 私が話を始める前からも自分の内側に会話が始まっていませんか？Yes, no? そうですか？ Are you here? 皆さんいますか？ここに。Are you here? 皆さんここにいますか？ I know, body is here. I'm asking about the mind. 体はいるのは分かりますけど、心、マインドはどうですか？ It is very important to become aware of what is happening in our mind.自分のマインドの中に何が起こっているかということに気づくのがとっても大切です。And that is called education. それが教育です。Rest everything is information. それ以外のものは情報です。You can just read books on any topics. どんなトピックでも本を読んで知識を貯めることができます。In fact, these days,We don't even have to read books. We have to just do a Google search. 今時は本まで行かなくても Google なんかで検索してすぐ情報が入ります。That is collecting information. それは情報収集です。But the real education is to become aware of what is happening in our own mind. でも本当の教育というのは自分のマインドの中に何が起こっているかということに気づくこと。See, I spoke few sentences.Conversation has started in your mind. 今少し話し始めました。2、3文章ですね。もう自分の中に会話が始めてます。You're saying, yes, yes, this is correct. Or, no, no, it's not correct. 内側で、はいはい、賛成したり、これは正しいって賛成したり、または、いえっていうふうに賛成しなかったり。
actually you have only two options in front of you. 実際には自分は選択肢2つしかないです。Either you can agree with me or you can disagree with me. 賛成するかしないかだけですね。You don't have a third option. 3つ目のオプションはないです。So actually whether you agree or disagree it doesn't matter. だから賛成してもしなくても実は関係ないんです。But what really matters is, are you aware of the yes, yes, yes happening in your own mind? Are you aware of the no, no, no happening in your own mind? 本当に大切なのは、自分のマインドの中に、はい、はい、はい、またはいいえっていうのが起こってる。それに気づいてるかどうかです。That is most important. それが一番大切です。Is your mind saying yes, yes, no, no? 今マインドははいまたはいいえって言ってますか ？Okay, let me just test you whether your awareness. じゃあ皆さんの気づきのテストを行いましょう。Are you ready for the test? 皆さん準備できてますか ？Yes. いいですか ？Okay. So what you have to do is you have to just clap along with me. 先生と一緒に手を叩きます。Okay.Okay, again. もう一回。It is very important to be here now. 今この瞬間、ここにいること。At any given point of time, our mind is either in the past or in the future. 私たちのマインドはいつも過去または未来に行ってます。What happened half an hour back? 30分前に起こったこと。What will happen after 1 hour? 1時間後に起きること。What will I do this weekend? 今週末何をしようかな ?How was my last weekend? 先週末何したかな ?How was last year? 去年どうだったかな ?What will happen after 10 years? 10年後にどうなるんだろう ?At any given point of time, our mind is either in the past or in the future. いつも私たちのマインドは過去または未来にいろいろ動いています。And medical science has proved that we don't have to do anything to get stressed. これは科学的に証明されているんですけれども、ストレスを感じるためには何も行動する必要がありません。You can sit comfortably on the chair or on your sofa in your living room, do nothing and get stressed. 自分のリビングルームで心地よく自分のソファに座りながらとってもストレスになることができます。Because of this oscillation happening in the mind, past, future, toxins are formed in our nervous system. この過去未来の揺れ動きが原因で体の中にたくさん毒素ができてしまいます。And that is called stress. それがストレスです。Okay, we know that mind should not be in the past because past is gone, finished. 私たちはマインドは過去に行ってもしょうがないよね。もう過去は終わったからってわかります。And mind should not be in the future. Future is not here right now. 未来もどうせ今ここにないから行ってもしょうがないってわかっています。This we know intellectually that mind should be in the present moment. 知性的には今この瞬間を生きる、今この瞬間にいるっていうのはわかります。But how to be in the present moment in spite of all the chaos and disturbances? でも周りのいろんな困難の中にいながらどうやって今この瞬間を生きるか。It is easy to go and sit.Mount Everest or Himalayas or Mount Fuji and say, oh, no past, no future. どこか高い山の富士山とかね、マウントエベレストの頂上に行って、過去も未来もないから静かにいましょうっていうことができます。But that's not possible for us. でもそれは現実的ですか ?Being in this world, doing whatever we are doing with all the circumstances, how to be in the present moment? 今の世の中、社会の中で生きながら、いろんな自分の活動をしながら今この瞬間をどうやって生きるか。I'm going to ask you a question. 皆さんに質問があります。I see one or two faces from the last talk, so they should not answer. 前回参加された方、数名いらっしゃいますけど、彼らはまだ答えないでください。新しい人にチャンス。Okay.
What is the first thing that you did when you came to this planet? 生まれて一番最初にしたことは何でしょうか? I'm asking a question. 質問ですよ。呼吸。So he's saying breathing. What is the first thing? First. Crying. 泣くこと。Any other answer? 他に答えありますか? So maybe some part of Japan breathing, some part of Japan crying. 日本の一部の人は生まれたら泣きました。一部の人は生まれた瞬間に呼吸をしました。どういうことですか? The first act is we took a deep breath in. Breathing. 一番最初の行動は呼吸を吸う。And the second act was crying. 二つ目の行動は泣くことです。And the last act that we are going to do? そして一番最後にする行動は何でしょう? Not now, after many, many, many years. 今じゃないですよ。ずっと長い間経ってから、一番最後に。We are going to breathe out. 呼吸を吐きます。And make others cry. そして周りを泣かせます。When we cried for the first time, everyone else laughed. 一番最初に私たちが泣いた時は、周りの人が笑いました。喜びました。And at the end, when everyone is crying, we should just laugh and go. 最後にみんなが泣いている時に私たちは微笑みながら、笑いながら。So what we call our life is between this first act and the last act. この最初の行動と最後の行動の間を人生と呼びます。And what are we doing through this in between? We are breathing in, breathing out, breathing in, breathing out. そしてずっとその間何をしてますか?吸って吐いて、吸って吐いてしてますね。But are we aware of our breath? でも自分の呼吸に気づいていますか? Japan, especially in Tokyo, like you have a very, very tight schedule, back-to-back schedule. 日本人、特に東京では皆さんすごくスケジュールきっちりですね。And you run and you want to get the 8-12 train. 走って8時12分の電車に乗らなきゃいけない。And then you finally you get into the train.I'm breathing. なんとか電車に乗って、って息切れになって、呼吸してます。Or if you have to go through some place where there is pollution, I can't breathe. またはすごく空気がの質が悪いところにいて、呼吸ができない、呼吸しづらいって思います。This is the only time we are aware of our breath. こういう時だけ呼吸してるなっていうことに気づきます。You know, once, someone went to a doctor.ある時、ある人がお医者さんのところに行きました。And so doctor asked him, what is your problem? で、お医者さんが聞きました。あなたの問題は何ですか? So with this index finger, he touched his own forehead and he said, doctor, it is paining here. 彼が人差し指でこうやって自分のおでこを触って、先生、ここが痛いんですって言いました。And he said, it is paining here, chest.そして胸を刺して、ここも痛いんです。It is paining on my knees. 膝も痛いです。It is paining here in the back. 腰も痛いです。He told everything, everywhere it is paining. 体のあらゆる部分刺して痛いですって言います。So doctor said, okay, now you have to go through complete checkup. そして先生が今からたくさん診断をしなきゃいけない。So after the checkup, doctor told him the result.テストが全部終わったら結果が出まして。You know what was his problem? 問題は何だと思いますか、彼の。There was a slight fracture on his index finger. 人差し指にちょっとフラクチャーになる骨が折れてる部分がありました。So the problem was here in the finger. だから問題は人差し指だけでした。This is exactly what is happening with our life. 私たちの人生も同じことじゃないですか。We think thatYou know, this situation is very bad. That is why I am stressed. この状況がひどいからストレスを感じてます。That person behaved with me very bad. That is why I am having this problem. あの人の態度が悪かったから私はストレスを感じてます。Something that happened in the past, that memory is there. That is why I am not feeling good. 昔起こったこと、その記憶が残っててストレスを感じたり。So we are attaching...Different reasons for our state of mind. 私たちのマインドの状態にいろんな言い訳、理由をつけてます。So from here, we have to just look where is the problem.
だからあっちこっち見るより本当に問題がどこにあるかっていうことに気づくこと。The answer is right under our nose. そして答えは私たちの鼻の先にあります。That is our breath. それが呼吸です。Our breath has lots and lots of secrets. 呼吸にはたくさんの秘密があります。So we have to just know the secrets of our own breath. 自分の呼吸を知るだけです。That is art of living. それが art of living です。Are you here? 皆さんここにいますか？はい。You know, it is very easy. We can just get carried away by some concept. ただ定義に振り回せることはとても簡単です。Like in the mind, it can come. Oh, you know, I have read this book and this person has written like this. We can just get carried away by it. マインドの中で、でもあの本であの人がこういうことを書いてたよねっていうふうに考えについて言っちゃったり。So again and again coming back, what is happening now? What is happening now? でもそうではなくて、今に戻ること。So are you all here now? 皆さん今ここにいますか？ Now you know the secret, you will say yes. 皆さん秘密知ってるので、はいって答えますね。See, this is not something new.これは何か新しいことではないです。We are experiencing this in our day-to-day life. 日常生活ですでに体験しているものです。But maybe we have not, observed carefully, that's all. でも、それに本当に観察してないだけかもしれません。Okay. When you are happy, how do you breathe? 幸せな時はどういうふうな呼吸をしますか？ Like you are enjoying the fragrance of a flower. How is it?素敵な花の匂いを嗅ぐときは Inhalation is prominent. 吸う呼吸が強調されます。Yes? そうじゃないですか？ And when you're sad, how do you breathe? 悲しいときの呼吸はどうですか？ Little inhalation and deep exhalation. 吸う呼吸が短くて吐く呼吸が強調されます。When we are not well, exhalation is prominent. 体調が悪いときは今のように。And when you are angry, how do you breathe? 怒ったときは Today morning, when you are angry, how did you breathe? 今朝怒ってたときはどういう呼吸でしたか？ Was it today morning or afternoon? 今朝ですか？それとも午後ですか？怒ったのは Fast breathing, right? 早い呼吸ですね。呼吸早くなります。So this is a very clear indication. Our breath pattern and our state of mind are connected.これでわかりますね。呼吸のパターンとマインドの状態というのはつながっています。But as of now, it is one-way traffic. でも今のところそれが一方通行になっています。When you are angry, you breathe like this. When you are sad, you breathe like this. When you are happy, you breathe like this. One-way traffic. 怒った時にこういう呼吸、悲しい時にこういう呼吸、幸せな時にこういう呼吸、一方通行になっています。But we have to make it two-way traffic.でもそれを2つですね、両方通るようにしなきゃいけない。Using the different breath patterns, we can change our state of mind. 呼吸のパターンを変えて、を使って自分のマインドの状態に影響する。And、this is art of living. それが art of living. 日本語で訳すと何てなりますかね、art of living は。In Japanese, what do you say? そのまま art of living って言ってます。生き方の。Okay, I will explain what.See, you are watching a dance program. 例えば、踊りの発表を見ています。And you are appreciating it. Wow, this is so good. そしてそれに関心を持ちます。すごいなって思います。Then it becomes art for you. そうするとその踊りが自分にとってアートになります。You are seeing some painting. 例えば、絵を見ます。And then you are saying, oh, this is very good.お素晴らしいって褒めます。Then it becomes art for you. そしたら自分にとってそれがアートになる。That means when you appreciate something, it becomes art. 何かに関心を持つとそれが自分にとってアートとなります。Similarly, when we begin to appreciate our own life, life becomes an art. 同じように自分の人生に関心を持つ、楽しく生きるとそれがアートとなります。But why we are not able to appreciate our life? でもなんでそういうふうに生きられないんですか？ Because of stress, because of tension. ストレスだったり緊張だったり。So when we learn some techniques,
to eliminate the stress, eliminate tension, then we start appreciating our life. 少しだけそういったストレスとか緊張感を和らげる、取ってくれるテクニックを身につけると、もっともっと人生に関心を持って楽しく生きることができます。Life becomes an art. そして人生がアートになります。And at this point in time in this world, it is very, very important. そして今この世の中にはとっても必要なことです。What we are seeing, people are not realizing that our life is so precious. 本当に人生というのは本当に貴重なものということに気づいてない人さえもいます。So that is why we are seeing terrorism in different parts of the world. 世界各地でテロの事件があったり。Because of narrow vision. 視野がすごい狭い。So very important when we are happy and joyful, we share our happiness with more and more people. 大切なのは自分がハッピーでいるときに、たくさん、もっとたくさんの人とそれを分かち合うことです。Okay, how many of you want to be happy and peaceful? Okay, 質問ですね。みんなハッピーと平和でいたい人、手を挙げてください。It means you are not right now. ということは、今皆さんハッピーで平和じゃないということですか。You know, ask a school-going child, boy or girl, are you happy? What will that boy or girl answer? 例えば、小さい子供に幸せですかって聞いたら、なんて答えますか? So that child will say, I'm happy now, but you know, when I go to university like my big brother, then I'll be more free, then I'll be happy. 今も幸せだけど、兄ちゃんみたいに大学生になったら、もっと自由になれるから、その時に幸せですって言います。Ask a university student, are you happy? 大学生にあなたはハッピーですかって聞きます。I have to just finish this, get a job, then I'll be happy. なんとか大学を卒業して仕事を手に入れたらハッピーです。Ask those people, okay, you are having a job now, are you happy? 就職した人にハッピーですかって聞きます。So maybe they'll say, well, this job is good, but you know, if I get that job, my dream job,Then the whole world is there for me to enjoy. 今の仕事もいいんだけど、本当に理想のあの仕事に入ったら本当にハッピーです。And ask those people, look, you have got that job, are you happy? 理想の仕事もつきました。ハッピーですか? So maybe they'll say, now I'm alone, if I have my soulmate, my partner, then I will be happy. 私は一人独身だけど、もしソウルメイト、パートナーを見つけたらハッピーですよ。Now I'm not looking at anybody, I'm looking here. And ask those people who are having partners, are you happy? 今誰とも目を合わせませんが、もうすでにパートナーがいる方、ハッピーですか? So maybe they'll say, now just two of us, if you have a children, then we'll be happy. もしかしたら今は二人だけですよ。子供ができたら幸せですって。And ask those people who are having children, are you happy now?子供ができた人に幸せですかって聞きます。They'll say, oh, now, no, my child has to get good education, and like my child has to stand on his or her own feet. Now for the next 20 years, I cannot relax. I have a lot of responsibility. 私の子供がちゃんと教育も受けて1年前になって自立しなきゃいけない。今度20年間ずっと休めないですよ。大変です。And ask those people, look, your children are on their own. Are you happy now?で子供も成長して自立しました。その後幸せですかって聞きます。Maybe they'll say, just one more year. When I'm retired, then I'll be happy. あと1年で定年だから、それも全部終わって仕事も終わって自由になるからハッピーになります。And ask those people who are retired, are you happy? Are you in bliss? で定年した人に、ハッピーですか?もう至福に溢れてますか? And all over the world, you know what they say? 世界中みんな同じ答えをします。Oh, those 1950s, 1960s, those were the good days. Ah, 昔50年代、60年代は最高だったね。So that means what we are doing, we are postponing our happiness to a future day. 私たちは幸せを先延ばししています。Shri Shri Ravi Shankar, the founder of Art of Living,He's coming to Tokyo in March. Art of Living の創設者、シュリ・シュリ・ラビ・シャンカールが3月に来日します。So he says, this is like making the bed all the night and having no time to sleep.
彼が言うのは今の話ですね。今の話。例えて言うと、一晩中ずっと寝る準備をして、結局寝る時間がなくなりました。Whole life we are busy preparing to be happy someday in the future. 一生かけていつか幸せになりますっていうふうに先延ばしをしていませんか。 Happiness is now. 幸せっていうのは今ここにあります。We can be happy right now and achieve everything in life. まず今幸せになって、その後欲しいものを全部どんどんやります。手に入れます。Are you here? Is your mind saying yes, yes, no, no?マインドが入っていてますか、または言えていてますか。I'll tell you one more very very important thing. It is very important to keep a smile on the face. もう一つとても大切なヒントを皆さんに教えますね。笑顔がとても大切です。Do you know something? To keep a smile on the face, only four muscles have to work. 笑顔をするときは、顔の筋肉4つしか使っていません。This is a fact. これは事実です。Four facial muscles work, you have a smile. 顔の筋肉4つが動いて笑顔になります。But to keep a long, serious face, 72 muscles have to work. でも真面目な、そのちょっと怒りっぽい顔ですね。を作るためには72個の筋肉が動きます。This is fact. これも事実です。科学的に。So now we have to decide whether we should make 72 muscles do hard work and keep a long, serious, angry face or just make 4 muscles work and keep a smile. だから私たち次第ですね。72個の筋肉を使ってすごい真面目な厳しい顔をするのか、それともたった4つの筋肉を使って笑顔を作るのか。So intelligent people like us, we just make 4 muscles work.私たちみたいな賢い人は、4つの筋肉だけを選びますね。So maybe at least now you can turn to your right and left and just smile at them. じゃあ今ちょっと周りですね、横の方、隣の方を見て、笑顔で挨拶みたいな。笑顔を送ってください、隣の方に。So we will learn a simple breathing technique right now.今から簡単な呼吸法を皆さんと一緒にやりたいと思います。Are you ready? 準備 OK ですか? Yes. So, loose fist. 両手で軽い拳を作ります。And relax your shoulders. 肩をリラックスして。Elbows touching the body. 肘は体に触っています。脇を締めます。Loose fist. And no, don't do, just look.今見てくださいね、説明します。So what I'm doing is, as I'm breathing in, the hands going up. 吸うときに両手を上に上げます。And as I'm breathing out, back to the starting position. 吐くときに手を戻します。吸って、吐いて。吸って、吐いて。Breathing in and out with the nose. 鼻から吸って鼻から吐きます。Keeping the mouth shut. 口は閉じたままです。And did you notice it is forceful inhalation and forceful exhalation? そして皆さん音に気づきました。勢いよく吸って勢いよく吐きます。So it is not like this. 今ダメな見本を見せますね。これじゃないです。Then it will be just a hand exercise. That's all. これただなんか手の軽い運動みたいな。So, let's take position. じゃあポジションを取りましょう、みんなで。Loose fist. 軽い拳。It is good for a few seconds to keep our eyes closed for better experience. もっと、いい体験するために目をしばらく閉じましょう。So let us close our eyes. 目を閉じて。Shoulders relax. 肩を楽に。Loose fist. 軽い拳。So when the hands go up, the hands open. And when it comes back,Back to the fist. 両手を上げるときは手のひらを開きます。戻すときは拳に戻します。Keeping our eyes closed, let's take a normal breath in. 目を閉じたまま一度普通に深く吸って。And breathe out. 吐きます。And now we will begin. みんなで一緒に breathe 吸って、out. 吐いて。吸って、吐いて。吸って、吐いて。The hands go up. 吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、
吐いて、吸って、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 吐いて、リラックスします。Keeping your eyes closed, relax your hands. 目を閉じたまま両手をリラックスします。Palms open. 両手、Hands on your 膝の上、手のひらを天井に向けます。Palms open. 手のひら、天井に向けます。And observe the flow of energy in the body. 目を閉じたまま体の内側のエネルギーの流れを感じます。Keeping your eyes closed, we'll do one more round. 目を閉じたままもう一度。Loose fist. 両手で軽い拳を作って。Relax your shoulders. 肩を楽に。Let's take a normal breath in. 普通に吸って。And breathe out. 吐いて。Now we will begin. みんなで一緒に始め。Breathe in. 吸って。吐いて。吸って。吐いて、吸って、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 吐いて、リラックスします。Keeping your eyes closed, relax your hands. 目を閉じたまま、eyes. 両手、膝の上、手のひら、天井を向けます。Observe the sensations in the body. 体の感覚を感じます。Keeping your eyes closed, take a deep breath in.目を閉じたまま深く吸って、And breathe out. 吐いて、Again, take a deep breath in. もう一度深く吸って、And breathe out. 吐いて、Listen to all the noises around you. 周りの音を聞きます。The heating system in the room. 暖房の音。Any other movements. 他の音なんでも。Accept all the noises. 音を全部受け入れます。Deep breath in.深く吸って、And breathe out. 吐いて、Become aware of your thoughts. 自分の考えに意識を向けます。Whether good thoughts or bad thoughts, let them come. Do not resist any thoughts. いい考えでも、良くない考えでも、抵抗しないで、そのままにします。Breathe in. 吸って。And breathe out. 吐いて。Let go of all the efforts and just relax. 努力を全部手放して、完全にリラックスします。Relax with a smile.笑顔で休みます。吸って、And breathe out. 吐いて、Slowly, you may open your eyes. ゆっくり目を開けましょう。皆さん顔が変わってますね。
How was it? いかがでしたか? Was it good? よかったですか? Yes, no. はい、いいえ、ダメですよ。So, of course, here we just did just a sample. ここでは本当にほんの一味、味見だけでした。So, in the Art of Living Happiness Program, Art of Living のハッピネスプログラムでは、You'll be learning very simple but very powerful breathing techniques. とてもシンプルだけどすごく効果的な呼吸法を学びます。To handle our mind. 自分のマインドに、いい影響ができる。And this has nothing to do with religion. これは別に宗教と無関係です。That is why Art of Living is there in 152 countries. だから Art of Living は世界152カ国で活動しています。So,People of any faith, anyone who can breathe can do this course. 宗教とか国籍関係なく呼吸ができる人はこのプログラムを受けることができます。Yamamoto sensei asked me to mention this. 終わる前に山本先生からもお願いされてたんですけど、The world-renowned humanitarian Sri Sri Ravi Shankar is coming to Japan. 世界的、人道活動家ですね。シュシラビシャンカル氏が日本に3月に来日します。Just last two months back, シュシラビシャンカル was in Iraq. たった2ヶ月前ですね。シュシはイラクにも訪問しました。So wherever you know people are suffering, people are going through stress, Art of Living is there to help them. だから世界中どこでもちょっと助けを求めている人、苦しんでいる人のために、動くためにアートブレディングが。So it's a very, very special location that he'll be in Japan for four days. そして日本には4日間滞在します。On March 20th at Ryogoku Kokugikan, Sri Sri will be having the International Happiness Festival. そして3月20日、Ryogoku Kokugikan にて International Happiness Festival を開催します。Yamamoto sensei will be already inviting all of you, but I have also come here to invite you. Yamamoto sensei からもすでに情報が、手に入っている方がいらっしゃるかもしれないんですけども、私たちも自らぜひ皆さんを紹介したいと思います。It will be a very, very, very special event. とっても特別なイベントになります。And another thing is, 21st and 22nd, there will be Art of Living Happiness Program. そしてもう一つのアナウンスが、3月21日と22日、アートブリビングのハッピネスプログラムを開催します。Usually this happiness program is conducted by teachers all over the world. 普段は世界中の講師たちがこのプログラムを教えます。There are more than 15,000 teachers. 世界で15,000 人ですね、の講師がいます。But this happiness program which is going to happen on March 21st and 22nd is very special.Because the founder, Sri Sri Ravi Shankar, himself is going to be there for the program. 今回の本当に特別なのは、この3月21日と22日のハッピネスプログラムは、創設者、それを作った人も実際にいます。So, please do attend both the programs and invite all your friends. 皆さんもぜひ、両方ですね、20日も21日にもぜひご参加ください。そして、周りの家族とか、お友達も。Once again, I thank Yamamoto sensei for giving me this, inviting me here. もう一度今日この会にご招待してくれた山本先生に感謝します。And don't forget this four muscles smile. 皆さん4つの筋肉を働かせるの忘れないでくださいね。Thank you. ありがとうございました。確かしてね。Thank you, Martin D.ですね、シュルシュラジシャンカールさん、何回か日本に来られてるんですけども、世界の聖人というかね、オーガナイザーとしても立派な方です。それから日本から見た場合はですね、インドとやっぱりもうちょっとタイアップしてね、行くことが大事だなと思ってます。民主主義の国ですから。それから、師匠のシュリシュリラビシャンカールさん、シュリシュリっていうのは聖者っていうんですね。シャンカールさんという方なんですけれども、この方は17歳の時に物理学、フィジシャンのを治めて、28歳の時に国の指導者として、教育者として、当時の首相から任命された方です。で、現在ですね、やっぱりこのアート・オブ・リビングの、シュシュ・ラビ・シャンカルさんの役割というものは、かなり偉大であって、
今のモジ首相からの相談役ですね。で相談役ということで、その位置を占めてですね、いろんなその、意向を定めるときには、周囲さんに、必ず相談されているそうです。で私が考えているのは、私はですね、一緒にあのシンポジウムやってほしいということで、今この2つのシンポジウムの他に、実は今東大になるか中央大学でやるのかですけれども、一つは科学技術、サイエンステクノロジーシンポジウムというものを東大か中央大学でやろうということ で、日本の誇るトップのプロフェッサーの方々が来られます。一つのテクノロジーはサブクリティカルウォーターリアクターです。アリン海水反応器というやつですね。今日本 そのゴミ焼却炉に頼っていますけども、燃やさないで済むという優れものの、科学技術なんですけども、これを紹介しようと思っています。でもう一つは水素水を使って、車だとか船だとかそういうものをやる、これを提案したいなと思っています。で、これが一つの科学技術のシンポジウムで、まあ、インドの学生さんもいっぱい来られますし、私の前には大学生がいっぱいいらっしゃるんで、いろんな部門のね、呼んでやろうと思っています。それからもう一つは、多分インド大使館にやるか他の大学でやるのかになろうと思いますけれども、日本のフューチャーメディカルトリートメント、未来医療というものに焦点を絞って、やはり日本の第一人者である、先生方を呼んでシンポジウムをやろうとしています。で内緒ですけれども、この来られる先生は東大の病院の先生なんですけれども、近々ご定員になるという方ですね。天皇陛下の、お医者さんになる方が来ます。でそういう方で非常に力を持っている人が集まっているので、こちらの方にもやはり皆さんにも参加してもらいたい。でこれからはですね、日本はインドともうちょっと連携を深めながら、お互いに技術交流しながら、民主主義的な、平和的なものを形作っていきたいなと、民間からですね、私はそういう運動を起こしています。でやはりインドは他の国に攻めたりしませんから、安心する国とですね、一緒にタイアップしていきたいなということで、実はシャンカールさんは物理学を収めてますので、非常に科学に明るいんですね。で今回来られるデリゲーションの中には会長さんも来られるしということで、シンポジウムをやっていこうというふうにしております。ということで、今回まず第一にこちらの3月20日、これ6000人入るところでですね、このフェスティバルがあるんですね。インターナショナルハピネスフェスティバル、これは非常に手軽な、金額的にも今申し込むと2500円で入ります。それからもう一つの方は、ラビシャンカールさんが直接皆さんに触れて、まあ、レクチャーというか、このどういうふうにやるんだということを教えてくれるので、ぜひ、非常に割安になっています。ぜひ皆さんも参加していただきたいなと思います。私も参加します。それから後のシンポジウムもいくつも行われるんですけども、これは私の Facebook だとか私のメールでご案内流しますので見てください。でこういう滅多にない機会で、特に政治的に考えていくと、インドと仲良くなるチャンスというか、民主主義の連携を深めるチャンスでもあります。民間部門もそういうことなんで、やっていきたいと思っています。というところで、皆さんこれ参加したくない人手を挙げて、お全員参加するのね。はい、行くよ、手を挙げよう。おはい、全員手を挙げて、挙げてね。 They like to join our activities festival happiness programというところで、これからですね、私たち日本は、まあ、はっきり言って北朝鮮だとか中国だとか韓国だとか非常に悪意を持った国々が多いんですけど、この3国以外は世界中に高く評価されています。日本は全てのものを持ってて全てが素晴らしいということをよく言ってくれますから、私たちは戦争にならないような仕組みを作っていくことが大事かなと思っています。そのためにはインドも本当にこういうチャンスを捉えて仲良くなっていきたいなというふうに思っています。でここで、ちょっとですね、次始まる前に、気分転換でJCOP の理事長の岩崎さんに出てきていただきたいと思っていますが、インドと何ができるかというのを、まあ、話もしてもらいたいし、あなたのやっている活動についてお話願います。
皆さん拍手お願いします。どうもこんにちは。プレゼント英語でもいいよ、こいつでもいいよ。はい、プレゼントでジェイコブ。Yeah. キャラクター。 My name is Koji Iwasaki. I'm the chairman of not chairman, president of Japan Character Overseas Promotion Initiative. What we are doing is Japanese animation is very, very, very popular all over the world. I'm watching this movement more than 20 years. Especially like Europe, like the biggest event, 1 million people will come. And Japan Expo, Anime Expo, and also I went last year in Italy, Luca Comic, 400,000 people is there. So many overseas people, especially young people, young generation people watching Japanese animation, comic by internet, they became Japanese fan. And they like to learn more Japanese real culture, real spirit. So using Japanese animation, we have really, really strong possibility to make more peace in this world. So especially your master has a method. We have contents, animation. So using collaboration together, Indian method, Japanese animation, Japanese comic, we can make maybe big movement to the world. そう、日本のアニメを使えばですね、本当に、いろいろなことがこれからできると思います。ずっと20年近く海外のアニメイベント見てるんですけど、本当に僕がいるだけで近づいてきて、日本人ですか、はい、すごいって、日本人だけですごいって言われる状況ですので、本当の文化を、日本の素晴らしい文化をアニメを使って、日本のコンテンツを使って発信することができれば、世の中良くなっていくんじゃないのかなと思ってます。手塚先生だとか、過去の本当に素晴らしい方々が、それこそ何点のメッセージをもらって書き上げた作品がこういうようなムーブメントを起こしていると思います。ぜひ皆さん一緒になって日本から世界をいい方向に変えていければと思います。いいこと言ってくれます。拍手お願いします。再度、スリシリラビ・シャンカールさんのことについてお話したいと思うんですが、シャンカールさんがインドで、フェスティバルみたいなことをやるときには、レクチャーするときには、インダス川のほとりに100万、200万人がダーッとテントを張って待ってるんですね。それを飛行機でザーッと行って映したのがさっきの映像なんですけれども、本当にすごいです。埋め尽くしてます。地平線ずーっと集まってくる、100万、200万人ね。で、ドイツだとかアメリカとかでやっても、シャンカルさんが行くと10万人、20万人が集まってくる。こういうふうな世界の聖人なんですね。その方が本当に来られるので、めったにないチャンスっていうかね、やっぱり世界のそういうようなオーガナイザーっていうか、素晴らしい人間は、どういう魅力があるのかっていうものを直接会ってですね、知るだけでもですね、価値があるんじゃなかろうかなと思っています。私これ全部行くことになってまして、それから一緒にシンポジウムやりますので、皆さんいろんな活動に参加していただきたい。それから私事で恐縮なんですけれども、最近役目がどんどん増えてきまして、実は内閣府の、クリエイティブジャパンイニシアチブという団体ができました。で、これは映画祭。北海道で夕張映画祭やってた人たちが、中野で去年やりました。10月にね。で260何本来たんだけども、そこがそういう団体を作りまして、そこの理事長に私が頼まれてなったんですね。でその映画の方も実はこの間話し合いながらですね、映画のエクチェンジって、インドは映画産業すごいんですよ。だから中野で集まった映画を持ってきて、またインドから持ってきて、こういう交流も今からやろうとして、その打ち合わせもやってたんですけれども、役割たくさん増えてきましたよ。遠藤さん頼みますねそういうことでですね、どん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 そのインドとの文化交流、それからさっきの教育の問題、それからアニメーション、そういうものもどんどん深めながらですね、民間レベルから民間外交でですね、もっと民主主義的な優しい国、インドとですね、仲良くなりながら、自分たちの国を守りながら発展させていきたいなということなので、力ある人は全員手伝ってほしいなと思います。よろしくお願いします。
というところで、遠藤さんちょっと出てきて。遠藤さん、国会議員のね、だった方で、もうありがとうございます。自己紹介お願いします。これから一緒にね。ただいまご紹介いただきました、今次世代の党という平沼卓夫さんの党におります、元自民党の衆議院議員をやっておりました遠藤信彦です。山本先生には大変お世話になりまして、何よりもですね、本当に常に世界へと次の時代と、縦軸に時代を見て横軸に世界を見て、そういった姿勢に大変共鳴をいたしておりまして、落選中の微力な人間でございますけれども、何か役に立てることがあればということで、いろんな活動を共にしていこうと思います。今日もお邪魔させていただいて、よろしくお願いします。待ってね、待ってね。それでですね、遠藤さんは、東大の法学部で一番難しいゼミナール出身なんですね。で、遠藤さんの友達は各省の課長さんみんななってるんですね。で、本当にそういう面での、なんていうか、貢献がすごく大きいなと。それからもともと国会議員もお会いになってたんで、非常に幅広い力をお持ちになってまして、これからぜひ一緒にやってほしいというお願いをしました。で、間もなく発表できると思うんですが、科学技術系の財団が間もなくできます。で、それが決まればぜひ一緒にやっていただきたいと、もう政治はやめて一緒にやろうよということをですね、この間から言ってたところなんですけれども、そういうことで、大和学校は小さな学校なんですけれども、来る方々が本当に半端じゃなく素晴らしい人が多いんでですね、そうした人と一緒になってやっていけばいいなと思っています。よろしくお願いします。まもなく発表できると思います。ありがとうございました。よろしくお願いします。あ、お嬢さん来たって。お嬢さん、ちょっと前に出てきて。今いくつになったの ?14歳。14歳か、ちょっと出てきて。中学校2年。中学校2年か。わお。どうぞ。自己紹介、中学2年。今日なんでここに来てくれたの？山本さんに会いに。あ、ごめんなさい。ありがとう。前に放送のとこも行って。そうそうそう。ちっちゃい時に僕会ってるよね、確かね。僕会ってる記憶あるけど。まだ中1人の時。前こういう時かな。あれは下のまた男の子。あ、そっかそっか。長いこと。何やってるその今。クラブ活動とか。クラブは卓球と書道と。あ、書道も。わあ、そうなんだ。ぜひここに来てね。これね、一緒に行こうね。今一生懸命。I'd like to bring her. そうです。一生懸命英語を勉強して。あ、本当。あ、そうなんだ。頑張って。ありがとうございます。じゃあ皆さん拍手お願いします。ありがとうございます。鈴木さん目指し、ちょっと上げてきて、ちょっと出ておいでよ。はい。鈴木さん、ここに名前書いて、自分で。はい。珍しい人が来ましたんで、鈴木さん、ちょっとお願いします。はい、お久しぶりです。We went together, 鈴木さん、to the Palestine, Israel, one year ago. So she is also very concerned about you. But that's fine. ジャパンミッションというチームをオーガナイズしまして、4回ほどパレスチナとイスラエルに行ってきました。アッバス大統領だとか、それからイスラエルの方は外務次官の方に、前の西村ベンストリクトさんなんですけれども、招待されて両国に4回ほど行ってきました。その時一緒に行っていただいてありがとうございます。どうぞ、なんか喋って。はい。オフィス銀の鈴の鈴木陽子と申します。今、虎ノ門ヒルズというのが去年の6月にできたんですけれども、そこから徒歩3分ほどのところに小さいサロンがありまして、そこでいろいろセミナーですとか。あ、そうなの？何人ぐらい入るんだっけ？30人ぐらいですね。あ、そっか、30人か。うん。そこでヨーガのクラスですとか。ヨーガのクラス、はい、本来の自分を取り戻せるようなリラックスできるところを目指して活動しております。ヨガのやつやってるの？ヨガの、はい、クラス週2回ぐらいは。あ、そう、本当。じゃあこれちょっとさ、皆さん集めて一緒に、はい、先ほどの素晴らしかったです。本当、音が静かに。あ、ありがとうございます。カウントダウン。あ、そうなんだ。じゃあ拍手お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。また一緒にね、お願いします。で、誰か喋りたい人いる？手挙げて。はい、どうぞ前出てきて、名前書いてね。それから何だっけ、真ん中の人、前出てきて名前書いて、なんか喋って。
今ね、シリア大使始まる前に、ちょっと皆さんどういう活動してるのかを知ってもらいたいから。あ、どうぞ。お名前なんだっけ？明石です。あ、そうだ、そうだ。あれ、君は神話コンプリートに習ったっけ？そうです。な。チーズ、シンガーソングライター。珍しい名前だな、明石ってな。はい。父が教会の牧師を。あ、牧師なんだ。はい。おお、どうぞ。皆さんはじめまして、僕は森のシンガーソングライターの明石と申します。ちょっと英語ができないもんですから、はい、申し訳ありません、私はですね、明石という名前で歌を作ってます。 His name is Mr. Akashi. His father is a Catholic. プロテスタント。プロテスタントプリスト。僕のお父さんがつけてくれたこの名前は、証というのはキリスト教でいうと神様と出会ったことを証明するという意味です。ああ、そうなの。はい。This name is to prove the fact that he has met the God. This is a name, such a name, very unique. I've never heard. でも残念ながら私はあまり信仰がなくてですね。Not so religious. In India, Indian language, Akash means sky. Akash means? Akash means sky. Sky. In Hindu? Hindi. Hindu 語で India.空って言うの？空！ちょっとこれからその話をじゃあネタに使わせていただきます。そうです。その代わり私が出会ったのは、森なんです。森林です。森林、あ、森だ。はい、森林のガイドをしながらですね、その歌を歌います。目標は僕の、歌を聴いてもらうことで、みんなが森に行きたくなるし、森に行ったらじゃあ、歌を聴きたいというふうに思うように、森が僕とつなぎになるように、音楽が僕の歌がつなぎになるように頑張って歌を作ってますが、この度、エコジャパンカップというですね、コンテスト、エコに関するコンテスト、エコロジーミュージックでグランプリを受賞いたしまして、ホールコンサートをすることになったんです。おめでとうございます。ありがとうございます。日本のグランドチャンピオンシップ of the エコジャパンカップ。これエコジャパンカップってどこやってるの？オーガナイザー博報堂さんと電通さんが主にやっていて、まあ、文科省さんと、経産省がこうバックアップをしていただいているコンテスト。今日は土は来てないのか。土は来てないな。はい、来てないな。地球ワットという歌で受賞したんですけど、これは日本が原発事故があった後にですね、太陽光発電パネルの推進がすごくいろんなところで進んでるんですけども、僕が住んでいる多摩市の中で、コミュニティ発電、一人で太陽光パネルがすごい大変なのでですね、コミュニティでじゃあ太陽光パネルを購入したり、運営したりしましょうと、そういうことを推進している団体のイメージソングとして書いた曲なんですね。我々一人一人が、手のひらでほんの1ワット、ほんのちょっとのエネルギーを、発電するだけでですね、昔から我々はそれでいろんなことを解決してきたはずの一個の便利な原発みたいな方法に頼らなくてもですね、そうです、これは僕の地球ワットという歌ですね。はい、ということなので、はい、こういう歌をですね、はい、あ、これちょっと萌えっぽくないんですけどね、みんなが発電しよう、エネルギーを発しようということを目標に書きました。ということで、稲城でコンサート、ホールコンサートを開くことになりましてですね、さまざまエコに関する活動をしている人たちを集めて、どんな活動をしているんですかということを、事例発表しながらですね、エンターテインメントにして歌にして、聴いていただこうというものでございます。これさ、チラシ持ってきた。今日はチラシがありますので、みんなに配って、配りますから、行きたくない人手を挙げて。そうして、なんか強くないですか？全員行きたいな。はい、ありがとうございます。そんなことでございました。じゃあチラシ配ってよ。チラシ、はい、配っていただきます。はい。She's delivering the papers today. 赤ちゃん店に来て、ちょっとこっち来ておいて。赤ちゃん。Sometimes they are at Yamamoto School. Somebody bring their baby. After some years absence, suddenly appears.And she is one of them. She brought her first baby, 5 months? 5ヶ月、5 months、皆さん、まあ、よく通ってた人、山本学校にね。こうやってね、赤ちゃんね、大体1年に1、2回連れてきて、連れてきてって言うんですね。そうすると連れてきてって、ありがとう。わ、かわいいよな。真っ白だな。お母さんいいだな。
なんて名前つけたんだっけ？ねねです。ねねねねはどういう意味？ああ、そうか。A wife of the Hideyoshi Toyotomi named Nene. Meaning something in the Hindu. Nothing? Nene? Shiria? Meaning nothing? Nene? No. そうです。よかったね。あ、ヤッホー。よかったね。おめでとうございます。あとで残ってね。あのね、こういう僕のすごく幸せな、I feel so happy because they brought here that baby and they show us. I'm so happy. Yeah, once or twice a year they bring somebody. というところで、なんだっけ、ああ、新藤さん、大学の新藤さん。おお、遅かったな、おいで早く、あそこに座って、あそこに座って、3列目、4列、3列目だな。あ、なんだ、珍しいやつ来たな。宮城さん、ちょっと出てきて、あなたのことをちょっと、あの、たりきの話して、うん、ですから、アトピーの話もしてほしいし、はい。She is now the, become the assistant of this Yamount School, and she has got special, technology. しゃべって、はい、なんて言うんだ、ニードル。アキパンチュア、アキパンチュア、はい、私は鍼灸マッサージ師で三鷹で治療院を開業しています。鍼灸って意外の日本人もあまり見てたことない人が多くてですね、海外では結構今鍼灸はとっても人気が出てる。インドはまたアーユルヴェーダもありますしね、すごく伝統医学が盛んなんだ。日本は今すごい医療費が何十兆とあって、She is supporting the professor Inaba さん、who is emperor's doctor. She is helping him. 日本はすごく医療っていうものが本当に今問題になっていて、皆さん病気になって薬を飲んで、でそれでまた病気をまた作って、で最後は病院で亡くなるっていうようなひどい状態でですね。で本来であれば人の命っていうのはみんなでこうなんかね、生きているところから最後亡くなるところまで家族で思ったりすごく大切にして、命っていうものをこう身近で見れていた社会だったんですけども、We are depending too much on the medicine and taking too much medicine it causes another troubles.Disease, and then go to the hospital, and then die there. So it's crazy a little bit. And we are now reviewing such a system performance. And so fundamentally, she is changing, applying the yoga and also these special treatment, and not depending on the modern medicine. その命っていうものが本当に先ほど呼吸法やりましたけれども、自分自身の体の感覚で命っていうものがすごく感じられなくなってきてると思うので、で、いや、慶吾さんよく来ていただきました、ありがとうございます。どうも、花を持ってくれて、伝統医学っていうものをまたすごく大事にやっぱりもう一度復興させる必要もありますし、それとやっぱり一人一人が自分の体を自分で理解できる、理解してなっていくということがすごく大事で、で一番その始まり、introducing the new system like a natural cure and also natural medicine, that kind of a thing. We are prevailing, she's really prevailing, including the doctor of the emperors. Also, でやっぱり自分自身が自分と体を知るっていうことで、一番始まりに一番分かりやすいのがやっぱり呼吸法だと。そうですね、呼吸法。まあ、そういうことだね。で今先ほど言ったですね、天皇陛下 の, ドクターになる人は自然医学も極めてる人です。それからもちろんその神道だとかいうことも、それからあとやっぱりいろんな宗教的なことも極めてる人で、自然医学もそれ現代医学も本当に極めてる人ですね。そういう人がなってます、ね、で今その西洋医学だけじゃなく東洋医学だけじゃなく呼吸法もありますし、
気候もありますし、いろんなものがこう手を携えて、はい、あの自分自身の命っていうことをやっぱり大事にしていくっていうことをやっぱりやっていく必要があるかなと。ありがとうございます。皆さん、拍手お願いします。我々本当に自然医学をもうちょっと見直していこうという、ね、運動が出てきたということで、しゃべりませんか。どうぞ。名前書いて。それから、進藤さん、準備しておいてね。で今から彼女が あれやって、歌ってもらいたいから。え、歌えないの ?She cannot sing a song.How come? Oh. じゃあ歌うって言ってたのに歌えないの今日。Surprise. Yeah, yeah, something wrong with her heart. So. あ、お名前どうぞ。あ、そうだ。シルド君だ。はい。Facebook で秋山さんの紹介でつながったばっかし。じゃあご自分で何か喋って。どうぞ。はい、イノセンティブの獅子王と申します。主に企業の人材育成の仕事をやっておりまして、まあ従業員だったり個人のまあ幸せ、まあ、自分らしく生きること自体がですね、まあ、企業だったり組織の、まあ、全体最適につながるような組織づくりの支援をやっております。で、まあ、それ以外にもですね、やはりこう人間として生きていくっていうことを、まあ、サポートできればというふうに思っていてですね、私自身もともと物理の研究に携わっていたんですけど、その辺そうですね、まあ、マスターまでではあるんですけど、まあ、人間の意識の、まあ、元々はですね、人間の意識の可能性に非常に興味を持ってですね、そこの世界をこう広げるために、まあ、物理は逆に使えないかなというところで、まあ、そちらの道に行ったようなものなんですけど、変わってる経歴はいろいろ持ってたりするんですけど、で本当にこう人間らしく生きること自体が全体最適になるというところはですね、いろんなところで思うところがあってですね、まあ、そういうまあ、支援を今鎌倉に、まあ、移住しましてですね、まあ 鎌倉から、まあ、日本の文化を発信することとともにですね、まあ、人間らしく生きること自体のお、まあ、世界観みたいなものを、まあ、海外に伝えていけたらなということで、動いているものです。はい、ユサさん、はい、あれ僕の隣に住んでた人。あ、そうなんですか。同じ会社を創設されて。あ、そうなんですか。そうです。はい。なんかいろいろね、これから一緒にやりましょう。そうですね、本当に ありがとうございます。で秋山弁護士に今週の火曜日に、ね、お会いしてですね、山本さんの話を聞いて、まあ、ぜひお会いしたいっていうのでご連絡したら、明日あるよって言ってその流れで今日鎌倉とか葉山の方から車を飛ばして。でもあなたの仲間ってすごいね、はい、みんな。あ、そうですね。いろいろ教育関係多いの。あ、これだ。ありがとうございます。これ自分の会社？そうですね。まあ友人が立ち上げたベンチャー企業なんですけど、ちょっと手伝ってたり、ここはですね、うん、学生と社会人をつなぐ場所であったりとか、こうリアルスペースなんですけど。何人ぐらいの？ここは30〜40人ぐらいは入りますね。あ、そう。ちょっと一緒にやるんで、いろいろ。ぜひ、そうですね、うん、ここで、まあ、企業に所属してる人がですね、新しい生き方を学んだり、触れられたりだったりとか、うん、あとは、学生が社会人と触れ合う場所として、ガレージという場所を、まあ、秋葉原とつい最近、早稲田に。早稲田できたんだよね。やっぱり30人ぐらい。そうですね、30人ぐらい。これはもうちゃんと所有してるの？あ、一応、借りてるような感じで、まあ、こういうふうな感じでワークショップをやったりとかして。あ、いいじゃない、これ。で、まあ、私自身は、こちらを中心に、先ほど言った、まあ、学習する組織っていうのを作ることを中心にやりながら、ここを。君は物理専攻だったんだ。そうですね。すごいな。フィジシャン、ベーシカル。で、まあ、あと、いろいろ、まあ、その、まあ、宗教であったりとか、いろんなことを、運用してたりします。はい。はい。で、まあ、そうですね、自由に使ってもらうような場所で、まあ、ここを広げていくことともに、まあ、鎌倉での活動であったりとか、あとは、アンビショナーズラボというですね、人材育成のリーダーシップの育成団体を立ち上げていて、本当ですね。それも、教育のですね、今後の軸にしていけばと思って動いています。なるほど、すごいね。
はい、さっきのステップアップ塾ね、はい、あれなんかこうサポートして仲間でサポートしてそうですね。であれは大きくしないとまずいからさ。そうです、私もアンビショナーズロボという、うん、リーダーシップ育成団体を立ち、まあ、4名立ち上げてるんですけど、はい、その中の一人もですね、教育格差の問題、あ、言ってたですね。で、やっぱり日本の中で実はすごい教育格差があるというので、まあ、貧困率も非常に相対貧困率非常に高いというので動いている、ですね、寺島さん、あ、違います、熊平美香さんという方で、あ、はい、はい、頑張ってる人だよね。あ、そうですね、と一緒にちょっと立ち上げてですね、50歳ぐらいなのかな、あ、ね、年齢は分かる確かに正解だですね、寺子屋同じような感じで、何でしたっけ、名前を忘れちゃいました、ね、熊平美香さん、はい、ティーチフォージャパンを立ち上げて動いてた、ティーチフォージャパン、そうです、はい、その方と一緒にですね、アンビショナーズラボっていうのを、あ、ですね、立ち上げてたりして、ホームページもこういう感じのだからですね。で、そこで私とはですね、学習する組織を作るリーダー育成っていうので、あ、そうなの、動いているのが先ほどお話をしたものですね。なるほどね、面白いな。あとはですね、一つやってることと、はい、するとですね、やっぱりこう、まあ、もともと海が好き、まあ、ヨットずっとやってたってもあるんですけど、自然との調和っていうところで、今取り組んでるのはですね、防潮堤の見直しですね、東北沿岸にですね、コンクリートの壁、はい、370キロくらいにわたって、10メーターから15メーター級のコンクリートの壁を沿岸に作ろうとしている話があってですね、まあ、そう、でが本当に必要なのかということを考えるフォーラムを衆議院会館であったりとかですね、まあ、仙台で開いてたりしますと、ね、今度2月の15日に鎌倉でやるの、やりますというので、あれね、反対する人多いね、本当にいいですね、もうお金ばっかりかかってあんま意味ないという話よく聞く、あれですね、はい、自然環境、あ、の元屋さんも大反対、ホテル作った方がいいって言って、そうですね、これ、実は昭恵さんとちょっと一緒に動いててですね、はい、このフォーラム、ですね、あ、はい、このフォーラム自体を世話人という形で、やってくれてるの、あ、私、そうですね、4人でやったんですけど、一緒にやったのはですね、ガイアシンフニーのプロデューサーの辰村ゆかりさんであったりとか、通用組で、やっておりました。で、まあ、すごい有志の集まりでやってたりはしたんですけど、そういう防潮堤の見直し運動などもっやってたりは、今度は鎌倉での、今度は鎌倉で2月15日にやります。あと、もしよろしくお願いします、アンビショナーズロボというか AM アンビショナー、アンビションの大将を持った人たちというような感じのあれですね、やってるよね、アンビショナーズですね。あれもなんか僕はさーっと見たんだけど、いや、素晴らしいね、活動で、まあ、ちょっとそうですね、幅広くやってる中で、まあ、これですね、新しい未来が生まれる場所っていうので、8つの力と4つの価値観っていうのをこう広めていくことをちょっとやってたりします、ね、これはこういうところでお金になるの、ここはあまりあれですね、こういう概念を広めていこうというので、ね、やりながら、まあ、個人的には企業に研修をやっていたりはします。下の8つの力と4つの価値観というのは、まあ、これは熊平さんという方が一緒にやっていたりします。熊平さんとね、うん。あれ、この人知ってるのは誰だっけ？あ、なんかいろいろ動いていたりです、ね、参加してくださったりしたんですけど。ですね、まあ、そんなことをいろいろとしてやっております。はい、すいませんね、お時間いただきありがとうございました。はい、それでは、シリアの大使に出ていただきたいんですが、その前にちょっと進藤さん前に出てきて、ちょっと一言だけご挨拶、はい、ちょっといいから皆さん、だって彼女は楽しみしてたんだから、はい、お互い交換ということで、いろんな国のね、国の上に上がっていろんな国の国歌をその国の言葉で歌う人、日本で第一人者、今70カ国以上になってると思うんだけど、大統領が来たり、いろんな、ね、要人が来ると彼女が歌ってます、国歌。で、一番私たちの尊敬を、レスペクトを、まあ、表すのは、国歌を彼女が歌ってくれることで、最近弾く手余ったで、なかなか柄本がこう、もうちょっと来てね。
あ、これ、あ、そうだ、これ、こういうことでね。あ、そうですね。はい。こんな感じでやってます。ソプラノ歌手の新藤雅子と申します。山本先生とは、もう20年近く、家族ぐるみでよく存じ上げていて、それで、私が、ある程度子育てが、終わった時に、君も、ちょっといろいろやってみないかと言われまして、国家外交ということを提案していただいて、8年ぐらい続けております。そうですよね、すごいね。はい、それでやはり歌を通じて国際交流をしたいという思いで心を込めていろんな国の言葉でそれぞれの国家を歌わせていただいています。パレスチナとかイスラエルとかサンマリとか一緒に行っていただいて向こうで歌ってくれてありがとうございます。ね、すごく高く評価。それでその活動が、まあ、認められまして2013年東京都で国体が開催された際には味の素スタジアムで君が代を歌っていただきました、ね、それから人道のあれやったり東京都のそうですね。あと音楽と人権っていうテーマでそれは2010年かな東京都の人権週間で講師として公演と 歌、コンサートとさせていただきました。やはりこうソプラノ歌手はクラシックの世界でそれだけでやっていけるんですけれども、山本先生との出会いで本当にいつの間にか社会派ソプラノみたいな感じの顔もう一つの顔を持つことができました。皆さんもそれぞれのフィールドでやはり社会貢献を利他の心でおもてなしの心を持って思いやりを持ってっていうのがやはり日本人の特徴だと思いますので頑張って、ね、すごいよね、行きたいと思います。山本先生ありがとうございます。拍手お願いします。まあ、いろんな新しい試みが、まあ、彼女非常にこう素晴らしい活動に変えたったんですけれどもやっぱりなんかちょっとね手が届かないかな、でもちょっとやってみようっていう気持ちが、チャレンジ精神が大事で、まあ、彼女はもともと岩崎淑さんって天皇陛下の音楽係で30何年やった人の一番弟子さんで、まあ、岩崎淑さんが最後打ち上げのコンサートやった時には歌ったのが彼女一人だけ、非常にその高く評価されています。それから初代の、なんだっけ、オペラシティで、2000人ぐらい集まったところは30カ国の大使国際が来られて、で美智子皇后陛下が来られて、まあ、サンディオレーションという感じで、まあ、非常に高く評価されてですね、山本学校で歌ってくれてる人が本当になんか別世界にいたような感じなんですけれども、ここでいろんな、ね、チャンスを得てそれぞれが活躍してるんで嬉しいなと思います。もう一度拍手をお願いします。で、タイムスコアもいます。シリアの大使とも非常に仲良して、じゃあ、ウィリムカマ、ではですね、シリアのワリフさんに、お話し願いたいと思いますが、今日は、オマールさんも来られて、一等出荷の方も来られていますけれども、Please introduce by yourself and then touch me. So, hi everybody, my name is Warif Halabi.I am Churchill of Fair of Sea. Ah, just one, sorry. Keigo-san, 前に出てきて、話してる間に行けてくれる、はい、そういうのがいいよね。She's presenting performance. She's now performing. Yeah. While we are talking, Keigo-san, Furuta-san, the flower arrangement here. Okay. Okay? Yeah, yeah. じゃあ来て、ちょっとタイミング、いつも歌って、all the time somebody singing, and then now she's performing with the flower arrangement.But today, she's not singing, so... じゃあ、ここで行ける？そっちへ行くか。じゃあ、ここで受けて。うん、ここで。いつもはですね、琴だとか、信徒さんの歌なんかで、パフォーマンスやってるときに、演奏してるときに、いけばの、福田恵子さんが行けてくれるんですが、今日は残念ながらちょっとね、体調悪いということなんで、大使が、ワリフさんがお話しているときに、これ行けてもらおうということで、皆さんたっぷり楽しんでくださいね。OK? いいですか、はい
Why we are talking? She's talking. My name is Warif Halabi. I am charge of affairs of Syrian Arab Republic. 私はワリフ・ハラビという名前で、シリアの代理大使ですと。When did you arrive here? I came here almost now 1 year and a half.ちょうどですね、1年半前に日本に着任しました。Let me first thank Yamamoto-san for inviting me. I am really very happy to be among very good friends. 実はですね、ここに来るのは4回目、5回目かな。で、私の番組でも対談を多分5回ぐらいやってるかなと思いますし、他の雑誌だとかインタビューなんかの時も私が通訳を買って出てですね、ずっとやってて、実はとても今仲良くなってます。で、本当にもう最近彼女は大変だったんですけれども、こういう状況ですから、今日お話たっぷり聞いてください。Okay. I want also to say I'm very happy to listen to so many good and important recommendations, how to feel happy and how to stay happy. I think especially in our current world, we are really facing a lot of difficulties.And really, it is very good recommendations in order to feel always like to appreciate what we have and to feel positively. So we really wish our world, especially in 2015, to change, our world, to have to live all together in a peaceful way and in a very good harmony. So let us wish.2015 to be as such a peaceful year and a harmony year for all of us. 来日以来ですね、実は本当に大変だったと思ってます。で、私も実はパレスチナの大使から頼まれて、ちょっと僕の番組出てもらってほしいということで、出ていただいたんですが、それからずっとですね、本当に月に何回も会ったりしてるんですけども、本当に大変で、彼女の苦渋に満ちたお顔を見るのがね、ちょっと苦しいことが何回もあったんですが、本当に先ほどのハッピネスになるための、幸福になるための、幸せになるための先ほどのパフォーマンスっていうものも大事だし、考え方、生き方っていうのがね、自分たちが今にとって本当に大切なことなんですと。もう毎日ね、本当アップアップでですね、時々電話かかってきて、私も電話するんで心配してね。で、その時やっぱりね、もう本当に頭抱えてますよ、毎回ね。で、それは自分の仲間がね、ああいう殺戮があったり、大変なんですよ。それを毎日やって、もう緊急会議ばっかしです。で、今日もなんか一つキャンセルしてきてくれたんですけれども、毎日が精神的なこう、ね、苦しみの中にいるわけですよね。それで今日ここに来てくれたんですけれども、本当に彼女はよく頑張ってるなと思います。Having said that, I would like to take this opportunity.In order to inform you that Syria condemns in strongest terms the beheading of the two Japanese citizens, Goto and Haruna, by the terrorist groups, what so-called ISIS. 先ほどちょっと通訳忘れましたけれども、今年ね、2015年というものを皆さんと力を合わせながら、本当に幸せになっていく年にしたいなと思いますと。で、状況を一変してですね、いい方向に持っていきたいと。それは先ほどの精神的なね、その呼吸法だとか、そういうことも必要だし、それからやっぱり平和に持っていかなきゃいけないと。で、今回の春菜さんと、それから後藤さんのね、亡くなったっていうのはテロリストによってなされたんだけども、シリアの党でなされたんで、非常に心しく思っていますと。で、実は私が電話したときに、そのことでお詫びをされました。彼女から丁寧な言葉でね、電話で。もうびっくりしましたけど、やっぱり心を痛めてるんですね。日本人がそういう目にあったということについて。Syria also expressed its sympathy with the families of victims and with the people of Japan.それで、シリアをね、挙げて、大統領をはじめとしてですね、シリアの国民は亡くなったお二人のご家族だとか、日本の苦しんでおられる皆さん方に対して心からお悔やみ申し上げますし、本当に一緒に意気消沈しています。 Actually, this brutal crime reflects
how dangerous the terrorism in our world now, and how it is dangerous for all nations, for all countries and all nations. And it reflects also the need, you know, to halt all kind of support given by certain countries who finance, who train these terrorist groups and facilitate their movement inside Syria. アメリカ、サウジアラビア、カタール、トルキー。で、本当にですね、今、そういうテロリスト活動だとかがあるわけですけども、それを支援している国、それからテロにお金を出している国という存在がありますと。それはもちろんアメリカであったり、サウジアラビア。まあ、前から何度も聞いてますけれども、例えば、アルカイダの人に対しては、サウジアラビアが応援しているとか、カタールはモスリム同胞団を応援しているとか、実際問題としてお金を出している。それからアメリカは、まあ、彼女から聞いた話ですけれども、ISIS のバックにいるのは、本当はね、仕組んだのはアメリカだというふうに信じているようです。Syria stresses that war on terrorism needs the international community cooperation to be honest.And to be faithful, and you know, to work with the Syrian government efforts on eliminating such dangers, and in line with the Security Council resolution and respecting the sovereignty of the state and non-interference in internal other country internal affairs. それで、まあ、実はこれ国内問題だとシリアの、まあ、政府は捉えてまして。でテロリズムと戦うにはみんなが手に手を取り合ってですねで戦わなきゃいけないんだとでやっぱりその戦争が起きないような創意と工夫と連携で力を合わせてテロリズムに対抗していく心構えと行動が必要ですと。Syria also do believe that countering terrorism need a good policy. Good policy.Which means, you know, stop funding these terrorist groups and cooperating with the concerned government like Syria and Iraq and exchange the information with regard to these terrorist groups. テロリストに対抗していくためにはどのように対抗していくかというものについて真剣に議論をなして、例えば資金源を断つとかそれは公明正大な在り方で納得する形ではなくてはいけないと。で、下手なことをするとますます、戦争悪化したりテロリストに資金が回っていったりいろんな形でなっていくからどのようにカウンターアタックをするかというものは本当によく考えて練った上で同盟、まあ同意する人たちのねいい人たちを集めて対抗していく、必要があるんだと。対策を練ったときに本当にいい考え方、二度と起きないようなそういうその資料深い方法でもって対策を果敢に実行していかねばならないと。Countering terrorism also needs to build a good economy in order to fight poverty. And it needs also to fightignorance by culture and education. で今のですね、まあ、カウンターテロに対するカウンターというかね対抗策は経済的にも、いろんなアクションを取ってリッチにしていかないとまずいとでその中で例えば貧困との戦いもテロを収める一つの方法でしょうしそれからちゃんとビジネスが成り立つような仕組みを考えて実行していってやっていけばテロの攻撃に屈しない人たちが生まれてくると。で、そういうところで真剣に考えていかなければならないと思うと。So let us work together. I wish really the whole international community, especially those powers who want to counter terrorism, to find a political solution in which also we have a good policies, we have good economy, and we fight the ignorance.
まあ、武士との戦いだとか、その今シリア自身の問題として、まあ、経済的にはまだまだ大丈夫でいけるんだと。で、まあ、健全なる経済活動も続けられるし、そういう形の中で、テロというものに対して対抗していってですね、ただ自分たちだけではやっていけないので、各国の、有意ある、まあ、意のある人々と一緒になってですね、テロに対する対抗連盟みたいな形でやっていきたいんだと、そのように考えていると。What about America? They are supporting the your enemy inside of the Syria. You know, the idea is really all Arab airstrike.Now, how many months we are watching airstrikes against ISIS, but if you look at the situation, it is nothing concrete,、mm-hmm. you know, till now. Concrete or concrete? Concrete. Concrete. Yeah, so ISIS extended more and more inside Syria and inside Iraq.、Mm. This is why I'm telling that, and Syria always speaks about this fact,that this coalition should cooperate with the government in order to eliminate and to defeat these terrorist groups. ですね、ここ何ヶ月間も空爆というものをシリア国内で見てきました。自分たちは。それで、まあ、非常にね、心苦しいと。だけど、ISIS の具体的な、コンクリートって具体的なって意味なんですけども、具体的なまあ、方策っていうか、結論とか結果とかそういうものはあんまりはっきりしてないと。であちこちこう収めたような感じになってるんだけども、実際は、実現性が、まあ、維持性っていうかね、そういうものが、まあ、ないというふうに考えていますと。だからここに来て、まあ、しっかりとね、どのように対抗して、まあ、ちょっと意地悪な質問したんですけども、アメリカが反政府側にお金を出したりですね、それから武器を渡したりしてるんですね。でこういうこともあるけれども、まあ、それもね、対抗していかなきゃいけないということだと思うんですけども、Well, I understand that America, they have subsidizing the anti-government groups. Yeah, so right now... Money and also the weapons. The issue is, right now, they discover the US, they are saying, we can't defeat ISIS unless we have a group on the ground. I see, on the ground. Exactly. In order...You know, not to war with the Syrian government and with the Syrian army, ISIS. So they want to bring, they are training right now 5,000 people. And they are saying those are moderate people. Yeah? So, そうですね、今言った意味はですね、私はその質問したんですけれども、それをそのシリアが許しているのは、アメリカはその ISIS と対抗するためにそのアンティガバメントなんだけども、それを使って対抗させようとしていると。直接じゃなくてね、目的は、まあ、シリアが思うにはアメリカは間接的に自分たちを応援しているという位置づけもできるんだよということを言われたわけですね。ちょっと複雑だけど、要するに敵の敵は味方だということでですね、反政府側なんだけど、その連中が今戦ってるから、あの中で打ち合いもしてますよね。だからうちはもめしてるところに ISIS にこうかからせて、今5000人ほどやってるらしいんですけど、地上軍を派遣しない限り、状況を一変するっていうか、ひっくり返すことはできないというふうに考えてて、その地上軍はアメリカは派遣しませんから、まあ、反政府勢力に武器だとか資金を渡して戦わせながら、地上軍として戦わせて対抗しようとしてるんだと。But you knowthis is a very dangerous way because from our experience last year, those moderate people or moderate opposition, after they trained them in neighboring countries, they came inside Syria and they joined ISIS. I see. You see, so now who can guarantee after training this 5,000 person to fight inside Syria, who can guarantee these 5,000 troops do not join ISIS and give them all of their military weapons? 反政府勢力っていうのは非常に、まあ、モザレイト、常識的なというか優しい人たちだと。だけど、
この人たちを鍛えて、五千人を鍛えて、武器を与えて、資金を与えてやったときに、ある時点で、この人たちが実際は、ISIS に加わっちゃう場合がよくあるんだと。で、このことが怖いんだよね。そのことをよく考えてやらないと、アメリカも、かえってバカを見るんじゃないかというふうに思っているということですね。この辺は NHK さんの方が詳しいかな。面白い、できるなる。I think they like to talk with you. Yeah, so this is, we are speaking about this situation in order to alert people, and this is we are, why we are saying countering terrorism need political solution and good policies. Otherwise, this big threat will be really very dangerous for all nations around our world.でまあ、イスラム国っていうのは単にシリア内部だけじゃなくて周辺の国々、まあ、日本にとって、まあ、ああいうことをやった宣言したわけですけれども非常に危険な存在になりつつあると。だからそれを認識して私たちは、まあ、日本ともねもう一度もうちょっと仲良くしながらそういうテロリズムに対抗していく必要性があるでしょうねと。それで、シリアはですねその今回の一連の戦争が起こる前はとても平和な国でですね優しい国民で、それであの難民リフジーが来ますよね。来るとあのシリアの人たちはテント村を作るんじゃなくて自分の家に住まわせるんですよ。だからそこがそのシリア独特の優しさっていうかね、そういう難民の人たちを自分と同じ家に住ませる。他の国はテント村作っちゃうんですけども、シリアに関しては自分の家に住ませるというところが全く違ってですね、それから本当に難民をあの優しくあの対応して迎え入れるというところが周りの国からとてもね高く評価されています。例えばパレスチナ大使はシリアの状況を知りながらですねあのシリアを助けてくれと私に言ってきたんですね。それで対談を始めてですねもう何回も対談してたり、あちこちにこう、まあ、雑誌に書いたりですねインターネットで対談したやつを流したりいろいろやってきたんですけども、私たちは一方的なね、ワンサイドの情報しか得てません。日本ではね。だから一歩こう入ってみると、全く違う現実というか考え方、言い方っていうものはそこにあって、それにあの気づかされると、唖然とします。というところで、Well, sorry, I have just explained that. Yeah, we have had only the twisted news. Oh, yeah. Yeah, so I have just mentioned. The previous Syria is a very kind of people. We have readaccepted so many refugees from our surrounding countries, and you have let them stay at your home, right? Not in the camp. No. We never have any camp. Even the UN representatives sometimes coming inside Syria in order to find out or to recognize the Palestinian people living in camp or the Iraqi people living in camps. But then they were very surprised, you know.Even it is like we have them among our people. Mm-hmm. It is not only a separate area for Palestinian people. Even maybe certain areas, it has a lot of Palestinian people. However, also among them, our Syrian people. Mm-hmm. So they are not isolated, not separated, not living in a camp, and they have the same rights as Syrian has.でこれね今大事なポイントなんですけれども、あの国連の調査団が来るわけですよ、シリアにね。実際は聞いてるから言っても違うんじゃないのということで、そのキャンプ中があるんじゃないかと思って調査に来るんですよ。ところがそのシリアの人たちは自分の家その部落に住ませてて、その砂漠にテントを張ってっていうことをしないわけですよ。それでびっくりするんですよ。なんだシリアは全く違うんだというところで、まあ、そういうレポート、これはあの私も確認したことありますんで事実なんですね。そういうことを初めて聞いた人多いと思うんですけれども、実際もう私たちは悪いイメージしか持ってません、シリアについてはね。だけど実態はそういうところがあるんですね。このことはもうちょっと知らしめないといけないかなと思います。であの私も雑誌で対談手伝ったりいろいろやってきたんですけれども、この間はある雑誌アップルタウンというアバの雑誌、これで6万5000部やあのずっとアバのホテルに置かれるもんだから17時間かかって翻訳してですね載っけたことあるんですけどね、朝から晩まで2日間かかって、でそれでやっぱりそこいう中にも彼女はそういうことを言ってるんですね。でそれをやっぱり私たちは正確にしないといけない。
なんか悪いあの人間ばっかりいる。アサドはすごくもう極悪非道な人間ってイメージあるんですけども、実際は非常に周り の難民の人たちからは高く評価されて素晴らしい国だというふうに言われています。で大体あの本当はも昔はシリアって大きな国だったんですけども、その人たちを非常にあの歴史的によく遇してきたというところで有名な国です。 Okay. Our president is chosen by our people. So we should really not listen or follow the United States or any countries want something against the international legitimacy. All international legitimacy speaks about the most important principles that the president should be chosen and selected by the people themselves. And this is what happened in Syria. And this is why I am, before coming here, it is a pity to listen to the vice president of the US, the president, saying that we will never accept to have a President Assad in the region and or sharing our to be president of Syria, which is really very silly, because not US who can choose our president or any other country president. It is only the people who has the right to choose their president. This is why I'm saying it is really for all countries, including Japan. If we want to counter terrorism seriously, we should cooperate with the government in order to finish, you know. We are not working to weaken ISIS. We want to eliminate their dangerous and to get rid of them at all. This is why we need to work together with the concerned government, not with any other terrorist groups. あのここに来る前ですね、アメリカの副大統領がアサドはけしからないと、まあ、追い出さないといけないということを言ったんですね。でそのことについて非常にあのショックっていうかね、嫌な印象を持ってるんですけども、自分たちがアサドを選んだんであって他の国の人が選んだんじゃないと、シリアの人たちは多くは今のアサド政権が続いてほしいんだと、だからあの選んだんであって、別にアメリカから命令されてですね大統領を変えるなんてこと絶対しないぞと、自分たちは自分たちの大統領を選んだわけで民主的に選んでるからということですね。ところでですね、実はあの大使は今日本に来て1年半なんですけども、その前の6年間は国連にいらっしゃった、国連のシリアの代表部にいらっしゃった。 Well, before you are coming up here, yeah. You are staying in the United Nations for 6 yeah. years, right? Yeah. Yeah. What kind of position you are there? I was representing my country at United Nations. I see. So I am not working with United Nations, but I am representing my country as a diplomat. I am representing my country working in human rights and humanitarian issues. まあ、人道主義とかいろんな観点からですね、彼女は国連にいた時の役目は国を代表してましたと。で国連のために働いているんじゃなくて、シリアという国を代表の代表として6年間滞在してた。で私はなぜ彼女が日本に派遣されたのかっていうのが分かるなと思うんですよ。国連で6年間も経験を積んでですね、その後、まあ、日本がね友好国になってほしいということもあって、多分あの選ばれてきたと思う。まあアサド大統領のまあ、職中の職工だと思うんですけれども、The reason why are you are here after 6 years of service at the United Nations is some reason. You are dispatched to. Yeah, I guess you know this is the first time for me to work bilateral. Not bilateral. Yeah, usually always I'm doing multi. No, the opposite. Yeah, no. I'm saying always I'm working at United Nations, uh-huh. And this time it is only the first time serving in Japan in one country to work for the interest of the two countries. But I guess you know. I guess maybe because my experience at United Nations, yes. So always like trying to find the solution, middle ground, to find solution. Yeah. So for so many issues, you know, we are
like so many counties, and each country need to express their position, find a common ground. Yeah. So I guess maybe it is very good for me. It served me a lot working here in Japan to find a middle ground between the government of Japan and the government of Syria. いろんな問題をたくさんやってましたと。だけどここに来て日本に来たらこの2カ国間の間だけに集中してやると。で、国連にいた時にいろんなこうなんていうか根回しとかですね、いろんな問題に対して解決策を見つけるということをずっとやってたんで、その経験というものが多分ここに来て役立つのか役立ってほしいということだったのかなという考えを持ってます。で私は非常に日本はラッキーだったなと思うんですけれども、まあ、彼女は非常に優しいし、それからまあフレンドリーですよね。で本当にきちんと対応してくれるので、いろんなことが話しやすい。だから、まあ、シリアの政府の代弁をきちんとされるだろうなと思うし、押し付けではなくて、さっきから非常にこうなんかマイルドですよね。非常にフレキシブルでマイルドで優しいし、まあ、そういう形で、ね、日本の人たちと本当に仲良くなって、本当の姿を知ってほしいし、それから、もうちょっとね、真剣にワンサイドの情報だけで判断するのではなくて、やっぱり自分たちの話も聞いてもらった上で、いい方向に一緒になって問題解決に図ってほしいと。で、平和を希求するのはみんな一緒なんだと。で、その中で一緒になってね、テリトリーを取り合って、本当にテロリストに向かうときにですね、どういう方策が一番いいのか。本当に短兵急にやるとですね、ますます悪化して戦争が長引く。だけどそこに必ずソリューションというものがあるはずだというのが彼女です。で皆さん拍手お願いできますかね。Really, so having said that, we are, because we are victims, you know, all of our people victim to these terrorist groups, almost now around 4 years. This is why I'm trying to explain, I don't want any other nations in any country to be also victims for such terrorist groups. And this is my message. Yeah. 自分のメッセージとして最後にお伝えしたいことはですね、4年間、過去4年間、ずっと自分たちシリアの人たちは、政府も含めてね、犠牲者であったと。で、テロリズムの犠牲者であって、毎日のように人が死んでます。で、その中で、こういう認識をもとに、他の国にそういうテロリストの攻撃をね、させてはならない。ここでなんとか食い止めて、まあ、平和な世界を作っていかなきゃいけないんだと。そのために、まあ、自分は派遣されてきたんだし、本当に真剣に話し合ってね、テロリストに対抗するにはどうすればいいのかと。それは経済的な問題で自衛することとか、武器行かないようにするとか、貧しい人がいなくなるようにすれば、テロリストに屈服して言うことを聞かないでも済むとか、まあ、いろいろあるわけですよね。そこら辺のことを真剣に討論しながら、特に日本とはね、日本で選ばれたということは、日本に来たということはそういう意味があって、日本人が一番ね、優しい民族って言われています。The reason why your government choose Japan to send you here. Maybe Japan is a specialty? You know, really, Japan is a unique country, to be honest. I am here now more than 1 year and a half.I would say really Japan unique in everything, in their way of thinking, in their culture, in their good morals. Yeah, really, I appreciate what you are doing. I wish you can spread what you have. And because whenever you do anything, you do it in really positive way.Not your intention to do anything harmful for others. I do believe on that. Even sometimes doing something maybe under pressure for certain reasons. However, the intention of Japanese very good one. 特にですね、日本に選ばれて、まあ、来た役目が実はあるんだと。というのは世界中でですね、日本ほど優しい、他人に優しい、悪いことしない。で本当に誠心誠意を持って付き合ってくれる民族っていうのは他にいませんと。でそういう人たちと一緒にやっていけばですね、世の中良くなるだろうと。
で今ですね、実はこの間もサウジアラビアの人からも言われましたし、いろんな国の人から言われるんですけども、日本人はいろんな特性っていうものはパーフェクトだということを言いましたね。まあ、それは全体的な意味ですよ。個々ではなくて全体的に見て、日本の特性っていうのは優しい、人々に親切である、絶対他人に危害を加えないとか、そういう基本的な原則を持っている国民だから、そういう人のところと一緒に手を携えてですね、やっていけば世の中をいい方向に持っていけるだろうなと。でこれはですね、例えばアイルラサンボワードコーランってありますね。コーランはサウジアラビアの大使も言ってましたけど、サウジアラビアの大使、トルキスタンに対し、日本語うまい方ですけども、彼は早稲田で出てますね、私の後輩ですけども、彼は言うには、コーランの教えの 90% は日本人がそのままでもう全うしている、もうそのままでコーランの教えを実践している民は日本人だと言います。それからアルジェリア大使がこの間サヨナラパーティーで私も対談したんですけど、その時に彼が話したのは、彼も今買いましたけどね、アルジェリアね。で彼が言うには、アルジェリアから聖職者の一番偉い人が来たんですって。ここにイスラム世界があるじゃないかって彼が言ったそうですよ。もう日本のいろんな風俗習慣、町に歩いている人々の姿、建物、綺麗さ、美しさ、優しさ、他人を思いやる心、もう全てがですね、もうコーランの教え通りであって、これを 100% 実現している国が世界中で日本なんだというその聖職者の方は言って帰られたそうです。で私たち自身、日本人はそういうことを認識してません。だけど他の国から比べるとそういうことらしいんですよ。ということは、私たちは世界において、私たちの優しさがあるならば、それをやっぱりこう少しずつですね、世界に広める役割があるんですね。そういう意味では、本当にまたシリアに We have to go to the Syria when the countdown is a bit more、 実は今5回ほど私ジャパンミッションでいろんな国に行きましたけど、特にパレスチナとイスラエルは4回行ったんですね、何十人も連れて。で、まあ、アッバス大統領に会ったり、それから向こうの外務次官に会ったり、商工会議所のメンバーに会ったり、それからノーベル化学賞の人たちに会ったりとか、まあ、両方の国でいろんなことをやってきたんですけども、やっぱり私たち民間人が行ってそこで何かをすべきこと、私たちの優しさがあるならば、それをきちんと伝えて、まあ、自分たちが押しつけがましくするんじゃなくて、自然な形で自分たち来たよということでやるといいんじゃないかなと思います。でまだシリアは今大変な状況だけど、実際中身はダマスカスのあたりは全くの平和で、あんまりトラブルないんですね。そこに行ってこられたね、佐久間さんが実際体験されましたけども、非常に He appreciated so much 佐久間、well, I went to the... でそういうことでですね、本当に国民を大事にする、人々に優しい本来のシリアがあるんで、少し戦争が収まったら行きますよという前から言ってるんですね。その時は皆さんぜひ同行していただきたいと思いますけども、同行してくれる人手を挙げて、全員手を挙げてね。But they like to go to your country. But I mean, thank you. This is, you know, when we said countering terrorism need to build a good economy. So with your support, you are also assisting us in countering terrorism.、うん、それでね、まあ、日本には科学技術、素晴らしいものがあると。で、それを持ってきて、自分たちと一緒にクリスクリやってくれれば、貧困がだんだんなくなっていくでしょうと。そうすると、要するにテロリストに対するカウンターパンチとしてですね、そういうことがとても大切なんで、そういう観点からも皆さんの企業が来ていただきたいし、民間の人も来ていただきたい。農業もありますね、いっぱいありますね。で、そういう今団体を私作ってるところなんですけれども、絶対行ってやろうと思ってます。というところで、恵子さん、ちょっと古田さん前に出てきて、He has just completed? Oh, okay. ちょっと教えて、どういうことで表したのか。いつもね、もうサンキューマシンディ。いつも彼女が大使のために、尊敬の念を表すために、こう、行けばやってくれるんですね。ありがたいことで。ちょっと英語にしていただいていいですか。どうぞ。はい、どうぞ。英語してくれるじゃないか。多分、はい、今大使がすごく心を痛めてて、心がとても冬、こう、冬だよと。いらっしゃるじゃないかなと思ったので、
perhaps you are worrying so much and grieve so much, so deeply, and then maybe your heart is like a cold winter. Yeah, and then? So this sakura cherry tree is a symbol of the spring has come. Yeah, so she has just used that one. それからこちらは、これがコデマリ。コデマリだよね。はい。コデマリは。White one is a コデマリ small bowl. The name of the キングソマル。はい。キングソマル。ゴールデンフィッシュ。We call it golden fish. Like a golden fish shape. Yellow one.これさ、写真撮ってあげてね。ちょっと二人撮ってあげて。これ持ってこないと。持ってきて。持ってきて。もうね、いつもありがたいですね。ここの上に詰めて。わお。おお、ワンダフルだな。ちょっと高さがなんかおかしいんで。ちょっとこれを溶かしてもらって、下の風を。いつもはいろんな人が歌ってくれたり、おこそだとか津川三味線なんですけど、今日は、何もなかったんですけれども受けてくれて、で私たちは少しでいいから文化的な香りをするものをね、歌ってもらったりいろいろやるんですけども、今日はなかった。受けた人も一緒に並んだ方が、Really thank you. You see how you are unique. これでね、あと写真みんな撮るんで、この後みんな全員こっち来てくれますか。Oh, we'd like to take a together, all together photo, right? Will you come up here? 皆さん、前に出てきてください。集合写真撮りますよ。We should not forget, please use only the four muscles. I've got 72 muscles. はい、どうぞ。皆さん、こっち来て写真撮ろうよ。全員集合。めったにないことですよ。本当ね、シリアは大変なんですよ。だけどやっぱり日本に来てね、リラックスしたいし。はい、皆さん入って。はい、はい、どうぞ行って。どん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 入って。はい、早く。お久しぶり。どうぞ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 。どうぞ。もう皆さん前の方に行って。じゃあこれ行くか。こうやって前の方に行って。こうやってくれる？こうやって。皆さん入って。皆さん入ってきてください。山本先生ね、はい、そっちは時計から違う、時計ってその壁の色の変わってるところから違うね。じゃあこっちだ、みんな。じゃあこっちだ、君ここだよ。ここだよ、ここだよ、ここだよ。あ、頭悪いぜ。いいかい。撮りますよ。OK。はい、皆さん入って、はい。そこまでになると入んないね。じゃあもうちょっとこっちだな、もっとこっち。もっとこっち、こっち、どん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 こっち来て。行きて。OK。はい、チーズ。じゃあ来た、入る？入ります。はい、何枚も撮って、僕の絵も撮ってね。あ、中腰になってると、足がおかしくなっちゃうな。良かったな、大切な場合かな。はい、撮ってはい、はい、はい、オッケー、もういいの？ありがとうございます。これね、僕は先生に会ってるから、また送るから欲しい人言ってね。あ、写真切り入ってないから。オッケー、なんだっけ、明石君さ、はい、君ちょっと一曲歌ってくれ。いいんですか？あ、頼むわ。じゃあちょっと前出て。 I asked him to sing of Akashi。はい、明石君来てよ。なんか歌がないとちょっと寂しいじゃん。それからさ、岩松君さ、ちょっとカメラの話してくれる？いいじゃん、カメラ。あ、そう、加藤さんさ、加藤さん、みんな紹介するからね。さっきのあれ、会ったことないよね、ステップアップ塾だとか、それからシジドさんね、面白いことやってんだ、あの人。明石君、さっきの歌な。グランプリ取った歌を急遽頼みました。
あの赤ちゃんが泣き止むように歌ってね。でもこうあのパイオニアソングとかでもいいですか。あ、いいよ、何でもいい。森の歌の方がいい。森の歌いいな。The Song of Forest, Green Forest. Oh, what is this? In Japan, not so many gun accidents. The oldest company is a Japan company. Like 600, 700 years old. Wow. わあ、普段だから。これすごい1000年以上経ってるじゃん。はい。で、これ。ごめん。これいらない？はい、大丈夫です。生で。生で。皆さん、お願いします。君は聞いたのか？はい。パイオニアソングは、あの、森が何もなくなってしまったときに、全部伐採されてしまったときに、最初に生えてくる植物のことをパイオニアプランツと言うんですけど、あ、本当、はい、その植物たちが ありとあらゆる方法をとって、大きな葉っぱをつけるのか、小さい葉っぱをつけるのか、ギザギザの葉っぱをつけるのか、いろんな方法を持って成長しようとする姿を応援した歌なんです。失礼。いい音なってきたね。ちょっと音が合いませんが、そのまま行きましょう。君ならやれるさ、誰かに何を言われても、君は熱い殻をこじ開け、ここまで出てきたんだろう。君なら、君ならやれるさ、ここは居心地がいいだろう。人もまた自然の一部なら、無数の種がまかれてるんだよ。雲が育ってきたよ、もうすぐ雨になるよ、雨が降る時の心地よさも教わったよ。パイオニアソング、君ならやれるさ、ここには吹いてく風もない、押し上げる風も吹かない、自分の足で歩く場所だよ。太陽が顔を出したよ、ここにいるかどうかわかるよ、ここが良いところさ。赤ちゃん喜んでる。ベビースマイル。雲が育ってきたよ。いいなぁ。
なんか難しい話ばっかりしたからホッとするね。This is relax time。雨が降る時の心地よさも収まったよ。鍵を見やすい。マムはね、皆さんあの地球ワットという歌をですね、僕が書いたんですけども、この歌はみんなで発電と送電、そして私が充電される歌なんです。ああ、充電か。はい、あの発電の方法をご案内しましょう。手のひらはいろんなエネルギーを発してます。ちょっと熱があるんですよね、手のひら。ああ、はい、ホットです、ホットです。 Very hot, so your palm is very hot. 手のひらをSome temperature exists here. 打ち合わせます。そのところでエネルギーが生まれる。エナジー、つまりクリエイティブ。手拍子、手拍子です。この手拍子が発電。そして今度はこれを送電する方法。ジェネレイト。 And then we have to send this electricity. 今度は送電をする方法。 Send electricity. 形が僕の手は1ワットって言いたいんだ。そんな僕の手は1ワット入ってる。手をつないだらもっとって言いたい皆さん。手をつないだらもっと。そんな風にコールアンドレスポンスをする私が、送電されて充電されて。そんな風に Well, now he charged by your clapping. いきましょう。行きましょう。そうです。じゃあ発電から。そうです。僕の手は1ワット。そうです。手をつないだらもっと。手をつないだらもっと。ありがとうございます。僕の手は1ワット。はい、僕の手は1ワット。君が思うよりもっと。イエーイ。このゲイっていうのが、まあ、充電されたっていう。ノーチャージ。僕の手は1ワット。あなたなら3ワット。手をつないだらもっと強気だった。僕の手は1ワット。気がついたら10ワット。君が思うよりもっと強気のまま。気を変えた。ああ、生きている。ああ、いくらの分のエネルギーを食べたいよ。もう生きている。ああ、力を貸すよって言う。そんな感じで皆さん、先ほどもですね、コールアンドレスポンスをもう一回お願いしたいと思います。発電、発電、送電、充電。皆さんの声がないとだんだん僕のエネルギーが出てきて、歌が止まってしまうんですね。ということで、何度かエネルギーを皆さんにいただきたいなと思います。手は1ワット。手をつないだらもっと。手をつないだらもっと。僕の手は1ワット。手をつないだらもっと。僕の手は1ワット。君の思うよりもっと強気だった。君が思うよりもっと。イエーイ。楽しいね、これ。僕の手は1ワット。あなたなら3ワット。手をつないだらもっと強いのさ。僕の手は1ワット。気がついたら100万ワット。君が思うよりもっと強いのさ。100年後の世
愛が君の目にじわっと溢れてきたなら今度話そうよ。今日はなんかね、緊張して声が枯れてますけど、まあ、大体こんな感じですから、本当にですね、今日でもありがとうございました。はい、2月21日はですね、しっかりコンサートホールでいい歌を聴かせたいなと思いますから、ぜひ皆さん、いなしアイプラタ。俺行くから。よろしくお願いします。はい、森のシンガーソングライター、中瀬でございました。どうもありがとうございました。最高でしたね。ここでですね、ちょっと紹介したい人がいます。目利きの会の加藤さん、前に出てきて、私がですね、いろんな団体に呼ばれて、いろんな講習会に行きましたけども、間違いなく今までの受けた講習の中で、目利きの会が最高でした。で、そこで私の新しい家族ができて、こんな素晴らしい人たちがいるんだと思ってですね、今感動しました。お願いします。この人がコーディネートやってくれたんだけど、加藤さん。皆さんこんばんは。こんばんは。加藤と申します。山本先生に誘われて怖かったんですけど、初めて来てみました。で、呼吸法やったらですね、ものすごくだるくなっちゃって、死ぬかと思いました。死ぬかと思った。はい。ちょっと立ち上がってきましたけども、なんかすごい人のエネルギーを感じてですね、なんか、体が熱くなってきてっていうふうに体験してます。His body is so hot after blessing practice. まあ、人生、出会いだと思いますので、皆さんにまたここでご縁ができたのを嬉しく思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでさ、はい、目利きの僕のこの話振ってあったら、ちょっと説明して。はい、ですね、目利きの会っていう18年経ちます、出口光って代表が作ったんですけれども、金脈をつないで良い世の中を作るっていうのがミッションですね。はい、で、金脈っていうのはですね、お互いの人間の志を共有し合って尊敬し合って応援し合う関係、これはもう人種、宗教、国、文化、価値観を超えてですね、もう全てのあらゆる国の人間、そしてまたあらゆる国にも、志はあると。志ね、まあ、志です、はい、要は人生何のために生きるのかっていう自分の思いですね。それを日本語で志って呼んでおります。で、これをですね、まあ大体普通の人は持ってるとも思いませんし、日本の学校教育では特に持つようにとも今教わられて教えられていないんですよね。だからそれを、まあ自分の志なんだろうっていうのを発見して、それを組み立てるっていうセミナーを開催してます。To find out individual target in the life. So I would become the like a diplomat.And I'd like to contribute to society. So, aiming something, but to decide now, set up your own mind to make some goal, target goal. And then we can go directly, very rapidly, thinking only one thing, and then accomplish. This is very important. 志のポイントは2つありましてね。その志の中に必ず世の中、あるいは世界が、国が良くなるっていう気持ちが、思いが入っているということ。で、二つ目はですね、これ、一人一人の独自性があるということなんですね。この一人の独自性っていうのは、もちろん、良くなりたいと、良くしたいと思いではなくて、実は、皆さんが生まれてから今までに、もう自動的にやっていること、まあ、能力とも言えるかもしれませんし、特性、特質とも言えるかもしれません。何かやってるわけです。We have to. We will make a one group, like a consist of the 10, 12, 13 people together, and then each individual people, declare what they like to do by themselves, and then exchange such a view all day long, and then 2 days later, all of them become one family. So he and some of others, my group, and I fully enjoyed, and they became a family member.その何かやってるっていう能力みたいなものを天命っていうふうに名付けているんですね。もう天からの命令という意味ですけれども。Some ability given by the heaven. So heaven, how you call it, the mission. Anyway, heaven mission. This is 天命 in Japanese.
the mission for each one, different to each other, but the mission comes. でこれはそんなものないとかやってないとか自分は無能だと言ってる人でも漏れなく必ずあると。誰もがこう改善をしたりですね、癒したりですね、人を力づけたりとか、いろいろな能力があります。それを本当に志に組み込むことで、志がその人独自の本物の志になります。でこれは全く宗教とは関係なくてですね、生き方の問題とかそこだけに絞り込んでやってますんで、本当になんていうかファミリーみたいになるんですね、終わった後ね。これは見事でしたね、うん、ぜひ天命の暗号という本出口光著がありますのでお読みください、はい、ご清聴ありがとうございました。今日はよく見事になってます。あやさんさ、なんか喋って帰ってきて自己紹介して、男性の後に女性が来ますから。あとね、まだ10分ぐらいあるからどうぞ。あやさん名前書いてあそこに、うん、いや今聞いたんじゃない。久しぶりだよね。久しぶりですね。ねえ、まさき。どうぞ。はじめまして、まさきあや子と申します。山本さんとお会いしたのは、ちょうど私が BOP 事業というものをやっている時で、バングラディッシュっていう国、皆様ご存知でしょうか。そちらは今世界最貧国と言われている国なんですけれども、そちらで BOP の略はベースオブピラミッドという略で、そのベース一番下のところにいらっしゃるマーケットゾーン、マーケットゾーン is the bottom, bottom of the, yeah. が、ベースの方と言われているところで、お仕事もなく、ちょっとやっぱり私たちとは想像で、私たちでは想像できない暮らしをされている方たちがたくさんいまして、バングラディッシュは約1億5000万人ぐらいですかね。もっとですか。もうちょっと今いらっしゃるようなんですけども、それくらい人口は多いんですけれども、まだまだ貧しい人たちが多く、世界の中でも最貧国と言われている国になっています。そこで何か、私たちが役に立てないかということで、今ちょっとそこの会社を辞めてしまったんですけれども、そこの前会長とした最後に仕事をしたいということで、最後の仕事として、ただ自分たちは日本で儲けているだけじゃなく、何か人の役に立つ仕事をしたいということで、一緒に出向きまして、何ができるだろうかというのを考えまして、私がマンゴー好きということもありまして、あちらのマンゴー畑にすごく、はい、感動しまして、じゃあこのマンゴー何か活かせないかということで、あちらでは加工っていうことがあまりされていなかったので、じゃあそれをドライフルーツ作ってみないかということで、日本全国いろいろとドライフルーツ作っているところを回ったり、そういう関係者の方に会ったりしまして、いろいろご協力を得まして、今ドライフルーツを、はい、作り出しまして、やっと工場をこの1月で建設できるような状況になりましたが、それまでに2年間ぐらいはかかりまして、まあ、お金もかかりますし、いろいろ大変だったんですけれども、今やっとその作り出すところまで行きました。でやはりちょっとお金の資金が大変ということで、私は私でまたある程度のベースはできたので、今度はちょっと貿易の勉強を今しておりまして、明治大学で、はい、学生をやっておりまして、はい、貿易の勉強をしております。で、まあ、なんか日本その間にですね、いろいろな中小企業の方とか、日本の中小企業の方にもあったんですけれども、やはり日本でもいい技術はたくさんあるんですけれども、まだ大企業に負けてしまって、日の目を見てない方たちもたくさんいらっしゃるので、まあ、そういった技術をせっかくバングラディッシュと、仲良くなったので、バングラディッシュなどにまだまだ役に立てる技術がたくさんあるので、そういったものを送っていって、ウィンウィンの関係になれたらいいなと思い、今勉強しております。おめでとうございます。私は2年前にバングラディッシュよく行ってたんですけれども、当時ね、輸入するって話が出てきて、はい、工場できたっておめでとうございます。ありがとうございます。そうなんだ。明日来るの？バングラディッシュのいいラーニングのやつがやるけど。ああ、まあ、ちょっとまだ。はい、バングラディッシュのですね、エデュケーション、e ラーニングの団体があるんですけども、そこの私、今、顧問をやってましてですね、何回もバングラディッシュ行ってるんです。明日集まりがあるんで、よろしければ行きたい人は私と一緒に行きましょう。ということで、後で連絡くださいね。いやしかしすごいな。また一緒にやってくださいね。貴重な体験だし、バングラディッシュは。私、バングラディッシュは多分14、15回行ったのかなと思うんですけども、田舎のとこ行って、まあ、いろんなことをね、やっていこうとして、今、また今年も行こうと思ってるけど、
養殖、エビの養殖だとか、それを今やろうとしてて。あとなんか洋服関係もすごく有名で、はい、ありまして、つい最近もEPZ、チタゴの EPZ に工場を持っている洋服関係の方がいらっしゃって、日本の企業とどこか組んでなんか洋服のこちらバングラディッシュから輸出したいということでいらっしゃって、国際展示場でマッチングとかをやってたんですけど、なかなかちょっと人が見つからなくて難しいということがあって、帰っていかれたんですけれども、もしまたそういうお話とかありましたら、つなげますので、こちらに。紡績業っていうのはバングラディッシュの最大の産業の一つなんですね。で、独立したのは今34年前なんですけど、当時人口は何千万ぐらいだったのが今1億5、6千万になってますね。で、悲しいことに人が あってですね、8000万人ぐらいが人でやられてますね。井戸から人が出るんですね。でそういうことで、その人対策もいろいろ私もいろんなことやってるんですけども、もう一度本格的にやらなきゃいけないなと思っています。今度いろいろバングラディッシュやってください、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。まだ話したり足りない人いる？はい、どうぞ。名前書いて、はい、そうだよな、ラクダ君だよな、はい、この人はすごいよな。皆さん、ラクダ君って聞いたことある？あ、聞いたことあるんだ。すごく早く本を読む。はい、OK。 はい、ありがとうございます。スペシャルメソッド to read many books at one time。 はい、ラクダ君というのは速読を提供しているんですけども、私たちもともと10年前に会社始めたときは、リターン・トゥ・ヒューマン・速読という名前の会社でした。で、理念は、人が本来あるべき姿に変える環境提供ということで、どうしてもその日本人の人、それちょっとイベントやって、はい、はい、どうしてもその日本人ってやっぱ優しいので自分を出さない、左脳でブレーキ踏んでしまう癖があるんですね。でその癖を、速読というメソッドを使って脳の使い方のバランスを変えて、こう自分らしく生きる、その環境を提供するということを私たちミッションとして活動しております。で今日ちょっと宣伝させていただきたいのが、自分の世界ピースサミットというイベントを2月26日に開催する予定です。でうち その創業者の平井奈々江という女性と、はい、あとそうですね、はい、平井奈々江と、あとその、一応メンターというか一緒に活動させていただいている、スペシャルの人っていうんだけど、はい、菊匠の藪塚秀樹さんという和門という聞いたことある方いらっしゃるんですかね。相手の人 その声にならない声、魂の声を聞く達人がいるんですね。あ、そうなんだ。はい、で和物の藪ちゃんという人なんですけども、彼とあとその須田達志さんという目利きですね。本当相手の見た瞬間にその人の魂の本質を見極めるという怖い、はい、プロフェッショナルが3人で組んでイベントをやります。で2月26日の夜7時から池袋で開催しますので、はい、で本当にこの世界を平和にしていく、今その日本人の特性がすごく多分これからの、ね、世界平和を作っていくということで、もっと日本人が日本人としての誇りを持っていいんじゃないかということを本当民間レベルからやっていこうとしていて、今その日本からアジアの平和というところを私たち活動の中で考えているんですね。でその第一歩というかとして、こう本当にこう自分たちがまず自分たちをこう信じる愛するというところから世界平和を始めていこうということで活動していきたいと思ってますので、もし興味ある方いらっしゃいましたら今のチラシをお配りしますのでね、はい、ぜひ来てください。ものすごくなんか本をたくさん読めるようになって、そうですね、はい、そっちが一応速読面でも読書速度が2倍から7倍というところで勉強させていただいてますので、はい、興味ある方は後で名刺交換させてください。ありがとうございます。はい、とても勉強になりますよ。いけなく前に出てきて着いたところで申し訳ない。山本学校の事務局次長をやってくれてる池永君、やっとご苦労様でした、会社。いえいえ。じゃあ、なんかご挨拶して、はい、二次会のご案内にしたいと思います。この後二次会は、近くのサイゼリアで行いますので、ぜひ、皆さんいらっしゃってください。池永君は、学生時代、学生3年の時からか、はい、大学3年の時からずっと山本学校で手伝ってくれてて、今、6年目ぐらいは、そうですね。6年目ぐらい付き合ってくれてるんです。とてもハンサムでかっこよくてね、人気抜群です。残念ながら結婚しちゃいました。じゃあ、いいかな、それでね。あ、ウリアムの。
これだ。私、介護関係の仕事をしているんですが、今日ちょっと介護保険の制度改正で、今回の4月から適用される大きな改正がありまして、ちょっと遅くなってしまったんですが、もし身近で、介護関係のお仕事をなさっている方いらっしゃったら、非常に興味深い、介護をやっている関係、あ、いた、アンサー来てるな。はい、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それで最後にファイルをうろうしてた人、素晴らしい実は人なんで、ちょっと紹介したいなと。松木さん、ちょっと前に出てきて。あ、いつ言われた持ってるか。なんか自己紹介してよ。あなた面白いこといっぱいやってるんだから。いいの、これこうやればいいの。これなんか映んないじゃん。これ止めちゃったぜ。これここ押さなきゃダメだな。松木と申します。マイズ。はい、僕の仕事は、映像なんですけども、コンピューターで映像を作る仕事をしてます。コンピューターグラフィックね。グラフィックね。Very famous。コンピューターグラフィック。で、まあ、コンピューターグラフィックスっていうのは、あ、これだ、ありがとう。これはですね、実際に撮影できないもの、存在しないものを作るっていうのが仕事。コンピューターグラフィックメイク。こういうコマーシャルとかを作ってますけど。CM フィルム。で、これは僕のビジネスっていうか仕事ですけど、僕自身のことをちゃんと説明したいと思います。僕は実は2度ほどですね、臨死体験してます。臨死体験、ね、死んじゃった。はい、死にました。最初は子供の頃。おで、まあ、脳脊髄。脊髄膜炎で、2度目はチベットに取材に行った時に、ラサで、肺に水が溜まってしまって、同じように死にかけました。あ、そう。それでまあ、死にかけた時にですね、自分の体から自分が離れる体験もしたり、あとそのチベットのお寺に行くと、アウトサイドボディエクスペリエンス。マンダラっていうものがあるんですけど、そのマンダラ まあ、意味が分かりまして、まあ、絵に見えるんだけども、マンダラを眺めてると自分自身が見えてくると、まあ、瞑想する。瞑想っていうか、その時は瞑想じゃなくて、で日本 まあ、文化の中には、ね、日本の神社には、はい、鏡が置いてあるんですけども、鏡でその見るのは自分の姿であり、まあ、自分が鏡の向こう側に行って自分を見る。仕組みで、なんだと思うんです。で、その日本の持ってる人が言った、まあ、鏡っていう仕組みを使って、僕のこういう、まあ、映像の技術を持ってるんだけども、実は、そういった本質的なものを自分自身とか、我々自身も表現することをしたいと思って、おります。それで、まあ、その時、分かったことなんですけども、我々は、まあ、体は別々ですけども、一つの存在であると。でそれをまあ、他人と自分を分けるということ自体が、先ほど大使からも話がありましたけど、その平和運動の根本はね、人を本気で愛せるかどうか、それはその他人の肉体も自分の肉体も一つの魂であるということをはっきり認識できると、要するにそういった争いもなくなるし、いろんな問題が解決すると思う。そういうまあ、それでまあ、いわゆるさっき志の話もありましたけども、まあ、志教育っていうのも、ね、実は僕もお手伝いしていて、そうだよね。はい、その志教育で何ができるかってことを、僕の、まあ、こういう映像技術を使って、これあなたが作ったの？はい、これでも今の話とだいぶ違うんですよね、イメージが、ね。っていうこととは違いますけど。先ほどの竜とかですね、ああいうものは作りたいものだったんですけど、これはその技術を使ってやっているお仕事ですね。ああ、そうなんだ。すごいな、これ本当そうだ。